ふえあえにくす。アンテピザー。はじめましての人ははじめまして、お久しぶりの人はお久しぶりです。ゆっくりです。どうも、みんなのアイドルクレハでーす。え、アイドル？どこか？ただのお酒好きなおっさんだよね。さて、今回からプレイする実況はこちら、ロマンシングサガ2です。ロマサガ2、なんとまた懐かしい作品を出してきたね。あれ？でも何か映像が違って見えるような？その通り、今回は、Steam 版でプレイしていきたいと思うよ。さて、早速ですが今回の実況内容の説明をします。あ、普通にプレイするんじゃないんだ。普通にプレイするのは、過去2回、生放送でやったからね。ということで、このオープニングの場を借りて、説明したいと思うよ。はーい。さて、今回は術のみを使用してプレイしたいと思います。術？ファイアーボールとか、そういう感じ？そうそう、そういう感じ。え、でも、術のみでクリアとか、先駆者の皆様がしているんじゃないの？まあ術中発揮しているだろうね。なので、ちょっとした縛りを入れてプレイしていこうと思うよ。まあ、多拮抗縛りの話してる。で、具体的にはどういう縛りを入れるの？気ままに術縛りの旅、ルールその1、使用するコマンドは、術、防御、アイテム、退却のみとする。まあそうだろうね。他には？ルールその2、使う術は、属性を被らせてはいけない。ん？つまり？例えば、攻守に長けるからといって、全員に転術を使用させるのは禁止です。なるほど。必然的に5人パーティーでプレイするなら、火、水、風、土、天の全てを使用する必要があるんだね。そういうこと。でも、アリエスみたいに、加入した時から複数の術を持っていた場合はどうするの？片方使用しなければ、持っている分には問題ないこととするよ。と言っている間にオープニングが終わってしまったので、続きは後で説明するね。はーい。さて、親の顔より見慣れたレオン編からスタートです。あ、このゲームのストーリーについて、今さら解説することはないので、積極的に倍速をかけていきまーす。とりあえず、最初にすることは、ジェームズとテレーズの装備をすべて省くこと、間違えて通常攻撃をしないように、全員の武器を外すこと、あとは傷薬を全員に持たせることですね。全員の武器を外して傷薬を持たせるのはわかるけど、なんでジェームズとテレーズの防具も外すの？まあそれは見てればわかるよ。外した防具は、主にレオンとジェラールに装備させます。場合によってはベア様に優先的につけてあげます。あ、ベアだけ様付けなんだ。よし、装備はこんなもんかな。最後に陣形の戦闘をジェームズにして、と。あ、察した。まあ察するよね。では、行くぞー。敵は倒さないで行くの？最初はレオンのライトボールしかないからね。10ポイントも少ないし、可能な限り逃げるよ。って、あ。行ったそばからもー。これはもちろん、逃げるが勝ちだよ。お金はいるようになるので確実にもらっていくよ。また敵に当たっておりますがな。しゃあないな。まあ一回ぐらいの戦闘なら10ポイントも足りるだろうし、戦っていこうか。レオンはライトボール。他の人は全員防御にするよ。ちなみにですが、もうお分かりかとは思いますが、皇帝は必然的に剣術を使うことになります。初代皇帝がレオンで剣術使っているしね。まあそうだろうね。ということは、太陽光線を使用したアタッカーになりつつ、月光を使用したサポートにも徹せれるわけだね。そういうこと。まあただ、途中まではアタッカーというよりサポートの方がメインになるかもしれない。太陽光線が使えるようになるまでは、どう頑張ってもライトボールじゃ火力に欠けるしね。あ、確かに。一日でも早く使えるようになるために、早めに魔法研究所を作らないとね。そうだね。魔法研究所はこの動画の要だから、早めに作りたいね。ういっす、王様帰りまーしたー。かわいい子供たちを従えて、余は満足じゃー。ほらほら、皆の者、敬礼したまえー。ビクトール、ご苦労であった。私の椅子は温まっておるかい？あれ、父上ってこんな声だったっけ？まあ、いっか。いいんか。おい、グタンペロペロ。公式で出ている、年齢不詳なイラスト、割と好きです、はい。さて、単独行動タイムだけど、どうする？もちろん、光の速さで術を覚えに行くよ。ですよねー。というわけで、二人目の術使いとして、ジェラールにファイアーボールを覚えさせました。これで、天、火、二つの担当が決まったわけですね。単純に、戦える人数が倍になったので、多少は楽になるといいなー。そうだね、プロテインだね。ということで、やってきました、ウォッチマンノス。最初ということもあり、レオンのライトボールが11回、ジェラールのファイアーボール
ルが8回と、このままストーリーを進めるのには心細すぎるので、ここである程度レベル上げをしていくよ。このレベル上げの場を借りて、今回の実況の説明の続きをしていくよ。さっきは何だったっけ？何説明したっけ？ルールその1、戦闘中に使えるコマンドは、術、アイテム、防御、退却のみ。ルールその2、使う術の属性の被りは禁止。そしてルールその3、ズドン送りは極力禁止。意図的に皇帝継承をしまくって、強い皇帝を作るのは禁止ってことですね。そうだね。あとは陣形を無作為に増やしたりするのも防ぎたいかなってのもあるかな。限られた皇帝継承で、どの陣形を手に入れるのかってのが鍵になったりする？実はあまりないと思ってる。だって使う陣形って限られてんじゃん。まあそうだね。困ったらムーフェンス使ってやなんとかなるしね。ルールその4、名術は手に入れます。あ、手に入れるんだ。あれ？でもそしたら一人だけ二つ術を使えることにならない？さっきも言ったように、属性の重複が禁止なだけなので、これは縛りに違反しません。さて、ここまでで質問はあるかな？はい、ゆっくり先生、二つほど質問があります。はい、なんでしょう。クレハタン、さっき戦闘中に使えるコマンドは術、アイテム、防御、退却のみって言ったけど、もし味方がトンランとかして体術であるパンチを使ってきたらどうするの？トンランの場合のパンチは、戦闘終了後に格闘レベルが上昇しないなら許容とします。もちろん、こちらがコマンド入力で意図的にパンチを選択するのもダメですが、まあ使ってもどうせダメージゼロだし、レベルが上がらなければいいかなって。防御しているよりかはこっちに入るダメージ大きい分チャラってことにしてやってください。ということで、1回目の休憩タイム、終了。持っている術ポイントが少ない分、回復値に戻る回数も多そうだね。使えそうな防具はなさそう。こっちは何かあったっけ？メースぐらいですかね。ところでメースって、装備していたら魔力が上昇したりすんのかな？今ざっくりとググレカスしてみたんだけど、しないみたいだね。ただ、防具に関しては、魔力を上げるものがあるので、そちらは積極的に使っていくよ。ねえねえ、気休め程度にメースを装備するのはあり？まあ使用しなければ装備しててもいいけど、そこまでして装備したいの？ほら、形から入るのって大事でん。クロマ同士みたいに、上を装備させるのは大事だと思うんだ。わからんでもないが。で、二つ目の質問っていうのはそれ？質問はそれじゃないよ。合成術ってどうするのかなって。ああ、合成術か。それも一応考えてはいてね。合成系統が被らなければ、使用して良いこととするよ。どういうこと？こっちで説明するのもあれなので、一例を出すわ。例えば、こんな感じで、合成が天、仲間 A が火、仲間 B が水、仲間 C が土、仲間 D が風の術をそれぞれ使っていたとする。ふむふむ。これに、名術を入れて、属性は6種類よな。そうだね。で、相反する術は習得できないんだよね。その通り、合成は天術を使用しているので、必然的に名術を使用することはできなくなるよ。これで皇帝のシャドウサーバント説はなくなったわけか。なので、合成術も相反する術は使えないので、必然的に皇帝が持てる合成術のパターンは、天水、天火、天風、天土の4つ。しかも、一属性パターンにつき、術って2個ずつあるんだったっけ？そうそう、例えば、天水だと、ダイヤモンドダストと、プリズムライトの2つだね。あ、なるほど。例えば、皇帝が天水術であるダイヤモンドダストを使用するなら、もともと水術を使用している D さんはダイヤモンドダストはもちろん、光の壁も使っちゃダメってことか。そういうこと。属性の掛け合わせパターンは全部で12通り、その12通りを被らずに使用するのであれば使用しても良い、ということにします。なるほど。あれ？でもさ、合成術使うのって、基礎的な属性の術を取得しないとダメじゃん。例えば皇帝に、天水術であるダイヤモンドダストを使わせようとした場合、水術のどれかを習得する必要があると思うんだけど、それはどうなの？これもさっき言った通り、使用しなければ持っている分には良しとするよ。なので、もし、仮に皇帝が天術をメインとして、合成術用に、水術と土術を使用しようと思った場合、取得できる術はこれだけあって、そのうち、合成術はこれを取得したとする。戦闘中に皇帝が使用できる術はこれだけになるってわけですね。逆に、水術をメインで使用していた D さんが取得できる合成術の属性は、もともとこれだけあったけど、皇帝に天水っていうパターンを取られているので、こうなります。土術メインの C さんも同様ですね。なるほど。どの合成術を使わせるのかっていうのがキーになりそうだね。あれ？
でもさ、合成術ってさ、使ったら両方の属性のレベルが上がるんじゃない？これはいいの？あくまで術なので、そこは許容しようかなと思います。意図的に水術のレベルを上げたいがために、生命の水を使用するのはダメだけど、まあここはそういうものだと思ってもらえれば。と言っても、ゆっくりは術縛りでプレイって実はしたことないので、これでクリアできるかもわかりません。もしクリアできて、ぬるゲーだったわー。ってなれば、今度はもっと縛り内容をきつくしてトライするのもありかなと思っております。あ、そうだ、もう一個質問いい？はいよ、なんだい？戦闘回数とかって縛ってる？ほら、戦闘すればするほどぬるゲーになるやん。戦闘回数の縛りは、今は考えてないよ。というか、好きなだけ戦闘したとしても、うつ主はレベル上げがあまり好きじゃない人だから、すぐ飽きてストーリー進めるだろうし。だよね。いやー、ここだけの話、もうこの録画を始めた時点で、大好きな武装小戦団で高速ナズラを使うことができないっていう事実にストレスを感じ始めているよ。早くね、クレハタンストレス感じるの早くね、わかってたことだろうになんて。きっかけは、生放送でした。人のせいにすんな、しおっぱい魔人。あー、ジェームズが死んでしまいましたね。なんということでしょう。彼には味方を守りきる力が備わっていなかったというのか。というわけで、空いた穴を埋めに、アバロンに戻ります。少しは哀れんでやれよ。ジェームスファンに葬られるぞ。校長らに呼び出されて、焼きそばパンとか牛乳買ってこいって言われ。エメラルド、一挙よろしくだよ。エメラルド。あれ、エメラルドって秘術だよね。他に何か術って持ってたっけ？エメラルドは、秘術と風術を持っているので、彼女には風術を使用させようと思います。ちなみに、彼女が序盤のメインアタッカーです。あ、そうか、そういえばそうだわ。今の時点で、攻撃術って言ったら、ウィンドカッター、ライトボール、ファイアーボールだもんね。ということで、今度はテレーズを最前列に出しておきましょう。テレーズ、最前列、あ、察し？仲間に入れたエメラルドに、防具を装備させてあげて、宿屋に泊まったら再出発です。あー、この狭い部屋、落ち着くんじゃー。ちなみにですが、ライトボールの威力は1、ファイアーボールの威力は2、ウィンドカッターの威力は3です。こう見ると、それなりにバランス整ってるんだね。ライトボールは威力低い分、暗闇っていうデバフをかけられる。ファイアーボールは今でこそ単体攻撃だけど、レベルが上がれば全体攻撃になる。ウィンドカッターは、ずっと単体攻撃だけど、その分威力が高い、と。そうだね。ちなみに残りの術についてだけど、水術はアリエスを仲間にすればすぐ使えるようになるけど、地術に関しては、術研究所を建てるまで使えないはずだから、そういった意味でも早めに術研究所を建てたいって思ってるよ。もしかして、地術が使えるようになるまでのベア様の腰大作戦？その通り。と言ってもまあ、彼の代名詞でもあるパリーは使えないから、本当に高いヒットポイントを生かしたタンクになってもらうしかないんだけどね。ベア様以外に誰が壁役として適任かって考えたけど、ベア様以外思いつかなかったわ。そういえば、ここでレベル上げをするってのは、いつまで？少なくとも、序盤でのベストメンバーが揃うまではここでレベル上げ。気が向いたら、術研究所が建てられるフラグを建てるまで、かなぁ。術研究所を建てるフラグって何だったっけ？皇帝の術ポイントが、25になったら、ですね。え、なら簡単やん。いや、それがそうでもなかったりする。え、そうなの？なんで？素振りをしてひらめいて、強い技を覚える通常武器とは違って、術は、術研究所がないと新しい術が使えるようにならないんだ。つまり、術ポイント上げを行っている間に、敵は強くなるけど、こっちはそれに合った強い術を覚えられないってことですな。序盤が積みそう。っていうあれですね。わかります。あとは、もうすでにうつ主がレベル上げに飽きてきているようなので、気力との勝負にもなりますね。ならなんでこの実況を選んだんだよ。ド M かあいつは。まあ、過去の動画を見てもらえば、ド M なのは一目瞭然かと。というわけで、話は脱線しましたが、今回の実況内容のまとめはこのようになります。パート1ということもあり、ちょいと説明がましい感じになりましたが、次回からはいつもの調子に戻るので、あともう少しだけお付き合いいただけると幸いです。そういえば、話脱線するけど、お知らせ動画に書いていた、ハードディスク問題ってどうなった？まだ解決していません。解決していないので、新しい実況になったのです。なるほど。とりあえずは、新年も迎えたことですし、心機一転、この動画をプレイしていくことを優先的に考えていくよ。はーい。にしても、倍速にしても長いね。まだ準備は整わないのかな。ほらー、
イズー。楽になっちゃいなよー。楽になっちゃったら、きっと新しい未来が君を待っているはずだよー。一応、ズルしてないよ、という意味も込めて、極力カットは行わない方針だけど、これなら4倍速ぐらいにした方がいいかもしれないな。次回からの課題にしておこう。尺余りもしてきたので、ちょっと雑談しようか。術縛りをする上で大事なのは、当然どの術を誰にも立てるか、どのユニットでメンバーを組むか、ということになりますね。メンバーというと、もう術師一択だけど、実際術師ってどれぐらいいるの？っていうね。単純に、今ここにいる、旧帝魔術師、研究所にいるジーバー、分子にイーリスに、メレイドに、あと誰かいたっけ？ホーリーオーダーかな。あとは、ピンポイントで行くなら、ノーマット、モール、アマさん、サラマンダーあたりも、魔力高い人いたりする。ああ、そうか、ノーマットは、アリアあたりが魔力高いんだっけ。そうそう、最初から術とか持ってないのに、なぜか魔力が高いの。持たせる術属性とかを考えると、必然的に誰がパーティーになるのかっていうのがわかると思うけど、まあ今は黙っておこう。イーリスとかホーリーオーダーは割と魔力が高いから、早めに使えるように制圧しに行きたいね。そうだね。あとは名術も早めに手に入れたいから、ルート取りをどうするかってのも大事になるかも。ああ、テレイズも死んでしまいましたね。彼女は頑張ったんや。だから、もう、楽になって、いいよね。ゴール。アローミー。どこまでも。ということで、4人目のメンバー、アリエスを仲間にしに行きます。彼は、水術と風術が使えるけど、風術はエメラルドが使ってるから、水術を使うのかな？その通り。彼の使う生命の水は、序盤の回復の要なので、大切に育てていきたいと思うよ。アリエスも、みんなと同じように、ボールを整えてあげます。と思ったけど、装備できる防具がなかった。浄化巻きに出て買うこともできるけど、そこまでして買う必要もないかなと思うので、そのままで行こうかな。裸にローブだけ着たっていう状態は、想像すると何かシュール。最後に、宿屋に泊まって今回は終わろうかな。はーい、了解でーす。それじゃあ今回はこの辺で、バイバーイ。皆さん、おはこんばんにちは、ゆっくりです。こんちゃーす、クレハでーす。ロマサガ2、術縛りの旅、はー始めーるよー。前回のあらすじ、術を使えるパーティーにしてみたよ。前回のパートでやったことといえば、封印の洞窟を封印しただけですね。いや、だから、テレイズとかゲーム上を離職させて、アリエスとエメラルドを加入させたんだってば。バッチェロー、そんな情報、歴史として語り継がれんわ。もっと史実に乗りそうなことしなさいよ。味方を暴殺って、ある意味史実に乗りそうだよね。進化思いではない領主って意味で。さて、今回は、術研究所を建てるための条件をクリアしようと思うよ。なんだっけ、合計の術ポイントが25以上で、100万クラウン必要なんだっけ。そうです。では、ミュージック、スタート。
何かな？え、皇帝の術ポイント稼ぎと、術研究所を建てるための資金稼ぎだよ。まあとりあえず、自分の部屋で休むとしますか。そこは息子の部屋なんだよな。いっぱい戦ったので、資金もさぞかし潤っていることでしょう。104万円。レオンの術ポイントも35ですね。これで、念願の術研究所が建てれますね。ふーな画家。って、あれ？ゆっくりさん、術研究所はゲラールの代にならんと建てれんっすよ。そう、払い手にオッチマン倒しに行ってやるー。じゃなくてー、そこを通せー。見よ、この華麗なステッポー。ステッポー。ゆっくりのレベルなら、防御なんぞ使わなくても、敵に当たらんの。当たってんじゃねえか。ということで、ボス戦です。ボスかどうか怪しいけど、まあ最初の関門ですね。催眠で眠ってしまうと、パーティー崩壊の危機なので、早めに決着つけたいところではあるよね。攻撃できる人数が3人しかいないからね。しかも、弓矢でアリエス狙われて落とされでもしたらまずいしね。人数はこちらは5人、相手も5人で、いい勝負なんじゃなかろうか？いや、こっちのが不利か？ほんとか？ふう、なんとか無事撃破。苦しい戦いでした。石橋を叩いて渡ってでもいるのかな？一生使うことのないバスタードソードを土産として持って帰るとしよう。このアイテムって、誰が宝箱に入れてるんだろうね。流し。流し切り。流しそうめん。入った。食べたい。あそこに。どこに？流し切りが完全に入ったのに。え？さて、弔い合戦になるわけですが、新宿だか東新宿だか知らんか、俺はやるでー。アルトニアにでも行くのかな？そうそう、総門侵略の道中は、戦闘以外カットするよ。あ、そうなのね。ということで、本日2回目、ミュージック、スタート。新宿前へ。はーい、おりまーす。今の能力はこんな感じです。全員の魔法レベルはとりあえず10以上にしました。というか、いささか頑張りすぎた感じもするよね。そうだね、術研究所を建てるためとはいえ、やりすぎたかな。次以降はまったりいくとしようか。では、いざ尋常に勝負。ゆっくりさん、何か作戦はありますか？ないね、レベルを上げて物理で殴るぐらい。縛り違反なんだよなぁ。ジェラールのファイアーボールが210。レオンが92。エメラルドが218。クジンシーがソウルスティール撃ってくるまでの間のヒットポイントは666だから、半分以上削れたわけか。ということは、このターンでセリフが聞けるわけですね。そうですね。エメラルドの術ポイントが9しかなかったから、回復させるか悩んだけど、不要っぽい感じだね。なんならレオンのライトボールだけでいけましたね。お、セリフ来ましたね。疲れました。これにて勝利確定です。勝利って何なんだろうな。戦闘には負けたが試合には負けてない。つまりそういうことです。負けてるんだよな。そういえば、クジンシー言っているストーム使ってきたっけ？普通にプレイする分にはあんまり使ってこないよね。戦闘が長引いたり、レベル上げすぎると頻発するらしいけど、詳しいことは知らん。違う、もっと真剣に聞くのだ。もっと真剣になるのだ、じゃね。これで、オアイブがペテン師だったらどうなったんだろう。伝承、継承なんてなかった、いいね。あ、はい。パジャマ皇帝、爆誕である。そういえば、リユニ
バースで、運営自ら寝巻きじゃないって言ってたね。どう見てもパジャマだよー。布団で寝転がってゲームしてたーい。はーい、みんな注目。今日からパジャマ皇帝が統治するよー。せめて鎧とか着てくださーい。のんのん、魔法使いは身軽じゃないと。ほら、下も綿パンでウエストゴムだから動きやすいよ。いや、うん、まあそうだね。ほら、ヘクターもそう言ってる。よっしゃ、アイテム整理と仲間の追加だー。少しは父親の死を憂いてやれよ。憂いてますよ。ほら、その証拠に、レオンの遺品を倉庫から取り出そうとしてるんだし。絶対違うだら。ならなんで鋼鉄の剣を倉庫にしまうんだよ。絶対自分たちの装備をグレードアップしたいだけだら。気のせい気のせい。さて、確かに二世が術使えたはずなので、仲間にしに行くよ。あれ？魔術師以外って、術研究所を建てないと、術持てないんじゃなかったっけ？あれ？そうだったっけか？じゃあしばらくお預けかー。タンク薬増やしただけですね。さて、最後に装備を整えて終了しようかな。ほら、やっぱりグレードアップがしたいだけじゃないか。それじゃあ今回はここまで。バイバーイ。親父の仇を打つ RPG、パージメールよー。前回のあらすじ、ソウルステイルは生きてた。潔く首の皮一枚にして待ってろよ、クジンシー。どうも皆さんはコアコー、クレハでーす。首の皮一枚って、もうそれほぼ死んでるんだよな。どうも皆さん、おはこんばんにちは、ゆっくりです。今回からは、皇帝が変わり、ジェラールになりました。皇帝継承をしたことにより、使える術が一点になったけど、変わらずファイアーボールを使っていくよ。縛りプレイだからね、仕方ないね。でも、エメラルドとアリエスの仮面で、結構安定した戦いはできそうだね。そうだね、若干一命、こっちの誤算でただの標的ずらしにしかなってないけど、それを除けばある程度は対等に敵と戦えるんじゃなかろうか。ということで、ただいま絶賛、ジェラール、初めての魔物討伐を開催しております。魔物討伐は初めてじゃないんだよな。嫌だなぁ、自分が疾患になって初めての、って意味ですよー。ちなみに、このゲームを知っている人ならほぼみんな知っているであろううんちくですが、ここの魔物討伐、マップ上にいる8つの敵シンボルを倒せばクリア、ではなくて、何でもいいので敵シンボルを8つ倒せばクリアとなります。どういうこと？一定不足で、技ポイントや術ポイントが足りない場合、魔物討伐中であっても、自室に戻って回復することができるんですよ。で、回復して戻ってきたら、倒した敵シンボルが復活しているので、累計8回戦闘に勝てばクリアということですね。へぇ、そうなんだ。いつも回復とかせずに戦ってたから知らなかったや。普通に封印の洞窟と、ウォッチマンの人、クジンシーの館を攻略していれば、技ポイント、術ポイントが切れる。ってことはそうそうないはずだからね。知らなくても仕方ないよ。じゃあ、どこかの縛りプレイやっていた人みたいに、戦闘回数を縛っている人は、経験値が高い、門のところにいるシンボルと戦えばいいわけですね。むっちゃこのネタ知ってんじゃねえかこいつ。そういえば、アリエスの生命の水は、結構当てずっぽうというか、この人に攻撃が来そう。お前で最後じゃー。うな人を予想して回復打ってますが、かなりの確率で予想外してますね。鳳凰の舞なら予想しやすかったのにね。鳳天部の陣な、鳳天部の陣。疲れました。これにて討伐完了です。え、そうもんいかないの？いや、違うんです。なんて言うんですか。本当は早くお父さんの仇を討ちに行きたいんだけどね。南にモンスターが湧いたっていうなら、これはやっぱり漁師としての原価戦といかんわけですよ。いやー、早く仇を討ちに行きたいんですけどねー。仕方ないですわ。こればっかりは仕方ない。いやー、悔しいなー。本当は膠着進めたいんだけどなー。ということで、クジンシー退治の前に、魔物退治です。重要なお金が手に入るからね。仕方ないね。金、皇帝として恥ずかしくないのかね。これっぽっちも恥ずかしくないですね。恥ずかしくないどころか、なんなら皇帝のバロメーターですね。俺、金持ってんぞ。ワンナイト人狼するっていうね。せめてそこはワンナイトカーニバルじゃないのか。というか、そのうち国庫を荒らす盗賊とか出てきそうだなぁ。出てこないし、仮に出てきたとしても、はは、アバロンのダミが一気減ったな。って言いながら見殺しにしてあげるよ。権利を課金にしてされる不国境も、術縛りならなんだ怖くないっていうね。課金、不国境ちゃん、かっこいい。あの課金はある意味武勇伝にしてもいいレベル。しかしまあ、敵
か。討伐を放置していたせいで、魔物が増えちゃった感じかね。今しめとして、これからは年に一回バルサンでも炊いておこう。触手攻撃の、あのダメージは全然好きじゃないんだけど、あのズベベベンっていう音だけは割と好きだよ。4桁のダメージを見るときはこれっぽっちも可愛くないんだけどね。まあ気持ちはわかる。あとスボームも割と好き。虫は嫌いなのに。そう、虫は大嫌いなんだけど、使い勝手いいからね。しかし、ロマサガリユニバースでは、いつスボームが実装されるんだろう。ないだら。はい、エルダーボーニョッシュ。いらない。はい、ゆっくりの好きな弓技は？え、突然どうした？いいからいいから、ゆっくりの好きな弓技は何ですか？難しいなぁ。弓技でしょ？イドブレイクかなぁ。混乱くように、知力低下のデバフ入るし、コストも割といい感じが好きだね。なんならラスボス戦に持って行ったりするぐらいだしな。で、それがどうしたの？占いしてくれハロー。今日のゆっくりの運勢を占いまーす。え、どうしよう、この子距離詰めるの下手すぎない？唐突すぎてどうしたらいいかわかんないんだけど。とりあえず占い結果言っていい？とりあえず効果。イドブレイクを選んだあなたの今日の運勢は、10、健康運三角、ドビーから弓矢を受けてしまうかもしれないけど、致命打にはならないから大丈夫。恋愛運、三角、もしかしたら、ゴブリンキングから求愛されちゃうかも。仕事運、×、あなたの大切な弓矢、もしかしたら押し入れの奥に埃をかぶっていませんか？今こそ使うとき、ラッキーカラーは赤？ラッキーアイテムは、赤から黒に色が変わるニコンだよ。どう？当たってる？何をどう突っ込んでいいのかわからないレベルで困ってます。そうかなぁ、当たってると思うんだけどなぁ。ほら、押し入れで埃をかぶっているって、ここにあるエルダー帽のことじゃないの？絶対違いますね。押し入れどころか、敵のはびこる洞窟の宝箱に鎮座していましたね。ラッキーアイテムは赤から黒に色が変わるニコンだって。それ、もうほぼ血塗られたやつじゃねえか。呪われそうだから嫌だよ。新品よこせ新品。残りの10ポイントはみんな20ぐらいか。これぐらいあれば、一回お城に帰らなくても大丈夫そうだね。そのままボスのところに行くぞー。ちなみにさっきの弓技占いだっけ？ 1 位と最下位は何なの？ねえ、1位はイズナ、最下位はカゼヤだよ。何が基準で順位決まっているのかさっぱりピーマンだな。ちなみに弓技って全部で何個あるんだっけ？ 14 個ですね。敵に暗闇にされたけど、物理攻撃をする人がいないから、全く怖くないっていうね。あれ？そう考えたら、割と術縛りっていいことだらけ？ぐにょぐにょにも強いし、デバフもかけれたりするしね。あ、さっきの弓技占いだけど、自分の順位が何位か知りたいっていう兄貴たちのために、一覧置いておきます。なお、それによる苦情などは一切受け付けません。なぜなら私が全て、神羅万象を司った、真の弓使いだからです。エルタースオリジナルみたいなこと言ってんじゃないよ。っていうか弓縛ってんだよな。そういえば、さっきからずっとエメラルドが死にそうなんだけど、これ持ちこたえられるの？え、そういうこと？エメラルド、LP にしかないじゃん。これ、この後クジンシーの館行くでしょ？その後最低でも南バレンヌ攻略しきるまでメンバー入れ替えないんでしょ？戦闘回数的に、南バレンヌが終わったら構成継承の予定だけど、まあなんとかなるんじゃないかい？本当になんとかなるんかなぁ？まあ、それまでに術研究所を建設する予定だし、なんとかなるっしょ。術研究所がどう絡むかわからんが、クレハタンがうまくいくっていうなら、まあいっか。中ボス前へ、中ボス前へ。いざ、勝負なり。あれ、こんなところにゴブリンキング？あ、これ、まさかの求愛？いや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 、ない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 。だってこいつ、弓っていうか長剣使って。あれ？ファイナルストライク使われたの初めてかもしれない。敵が使ってくるのは知ってたけど、ここで使われたのは初めてだね。おすごい、二十数年越しに使われたわ。はい、いっつあがり。おお、ジェラールの10ポイント残り1か、割とギリギリだったな。他の二人もちょっと危なかったね。そうだね、10ポイントないと死ぬもんね。では、これからこの疲れた体を癒すので、今回はここまで。それじゃあ、バイバーイ。ロマサガ、ド M の旅、はーじまーるよー。よろしゅうよろしゅう。前回のあらすじ、父は犠牲になったのだ。犠牲という名の犠牲にな。敵討ちに行くよ。では、ミュージック、スタート。
新宿前へ、新宿前へ。核能力はこんな感じになっております。ふむ、術持ちの核属性レベルが12、いい感じだね。ヒットポイントも大体200ぐらい。ベア様とパジャマ皇帝については250超えと、なかなかいい感じ。こんだけあれば、術ポイントの回復は不要っぽいね。では、行くぞー。というわけで、正式な一人目の七英雄、黒人シートの対決です。ここをすんなりと倒せるかどうかが、今後のこの縛りプレイを遂行できるかの境目になりそうですね。ファイアーボール、約200。回復の予想は、外れ。ウィンドカッター、約200。ふむ、このダメージ量なら、難なく倒せるんではないか？そうだね、一ターン400ぐらいのダメージだから、術ポイントも心配しなくていいレベルで問題なさそう。となると、あとは回復の読み合戦だね。いらなくね、回復深読みしなくても余裕だら。何言ってんの、AI 知識を上回るレベルの分析力を培わないと、今後何が起こるかわからねえのぜ。クレハタンごときで完全掌握される AI とか、それもう草しか生えんわ。あ、生やすなら、生えた後食べられる系の草でお願いします。おう、なかなかに腕を上げたものだと、申しておりますが、今何ターン目？ヒットポイント的に、3ターン目じゃね。あ、そっか、そうだったわ。ということは、あと残り4ターンか。そうだね。だが、この技はかわせまい。これでも食らってお家へ帰れ。嫌われまくこの吸血アタック。なんか、クジンシーター割れすぎて、一発ぐらいなら食らってあげてもいいかな。敵になってきた。おいやめろ、その一撃が致死量なんだよ。しかし、まあ持っている技が面倒くさいもんばっかなこと。毒不要に、吸収系、さすが嫌われ者。もう一回、さっきと同じアタック。哀れ、誠に哀れなり。せめてライフスティール持ってきな、そっちなら受けてやんよ。言ったな、今ライフスティールなら、って言ったな。言った言った、まあそんな技、貴様が持ち合わせているわけないんだがな。あなた様と書いて、貴様と読む。でも、ロマサガ2のボスって、なかなか面白いよね。どんな感じに？従来の RPG って、一般的な属性をまとったボスが多いじゃん。あ、時空がフレームは火だから、水に弱い、とか、ランドアンバーは風に弱い、とかか。そうそう、その属性のダンジョン。例えば火山に潜る、とか、海底に行く、とかね。ボスの属性もわかりやすくて、戦略が立てやすいっていうのがあったけど、ロマサガはそれがないから面白いよね。こんなはずでは。うわということで、今回はここまで。と思ったけど、尺が短いからもうちょい頑張るよ。とりあえず、まずパジャマ皇帝を卒業した、そのお姿をじっくり拝見。お次は、コッコの確認。よし、ということは？ということで、今回は術研究所が設立するところまでやっていくよ。ついでに南にも進出してこ。そうだね、ちょうどアツラエ向きに、南バレンヌが侵略して欲しそうにこちらを見ているから、ちょっくら遠征にでも行くとしますか。ジェラール皇帝、初めての遠征。ということで、やってきたのはユーノス。ユーノアナ、な。あ、そこの君、助けて。じゃあねー、協力してやんよ。ブヨブヨは、煮込むといい、これ豆知識な。ということで、本日2度目の、ミュージック、スタート。
て、15回以上戦ったので、そろそろ術研究所ができてるはずー。お、できてるね。いいぞいいぞー。現実はメアリンに覚えさせようかな。あ、ミサイルガードできてんじゃん。覚えてこ。こっちも霧隠れてきたので覚えさせるよ。秘術は、ベア様に覚えさせておこう。さて、残る秘術はどうかな？フレームウィップは、まだなさそうですね。というわけで、こんな塩梅です。使う術を前に出して、使わない術は下に持っていくという、この几帳面さ。今度こそ、今回はここまで。それじゃあみんな、バイバーイ。ロマサガ術縛り、はじめるよー。よろしゅうよろしゅう。前回のあらすじー、術が習得できるようになりました。これ、何気に大切なことなので、もう一回言うよ。術研究所が設立できます。さて、今の戦闘回数の確認でもしに行こうかね。戦闘回数は縛ってなかったんだよね。うん、縛ってないね。ふむ、201回か。ここまで来たらマックス255回戦闘してから世代交代したいね。そうだね、ならそうしようか。よし来た。では、いつもの感じで、ミュージック、スタート。ゼラチン前へ、ゼラチン前へ。ねえ、さっきの倍速でスマタ倒しまくってたよね。わざわざここを見せする必要ある？いや、だってほら、ボス戦ですし、電撃痛いかもしれないし。電撃関係ないよね。電撃のダメージものともしないぐらい、バッタバッタ倒してたよね。いや、こいつは他のスマタとは違う、熟成期間が違うのだよ。そう、熟練のホステスみたいな感じ。何一つ、何に関係して熟練のホステスになってるかがわからないんですが、それは熟成バイエルン。何かとつけて熟成させなくていいから。ということで、難なく撃破。このまま格闘家の皆さんには何千年とモンスター退治をしていてほしいところだけど、格闘家のヒットポイントってかなり魅力的だから、報告しに行ってあげるよ。術パーティーって、何かとヒットポイント低くなりがちだしね。せめて工程ぐらいは多くしたいよね。この格闘家の移動の速さな。ロマサガ2おなじみの安定さは今回も健在だったようです。あの足の速さを何かに活かせればいいのにね。それ言うなら、武装商船団の壁抜けスキルの方が使いどころさんありそう。あ、ありそう。コーデリアのお風呂盗み見とか。おまわりさん、こいつでーす。メンツ保てたって言ってるけど、これ割といろんな人にバレてるんじゃないかなって思う。まあまあ、そこはバファリン効果に期待しよう。バファリン効果？半分は優しさ、そしてもう半分は厳しさだよ。痛みに負けるなぁ。ということで、自分のお布団に入ってお休みしようかね。その前に戦闘回数チェックしとこうぜ。ああ、そうだね。237回。うん、あとちょっとか。運が要塞殴り込みでもするか？怪しそうなお兄さんにお願いするルートで行く？ちょっと考え中。ほいだらとやしみー。って、あ、そっか、盗賊イベントだったわ。まあ、いっか、一回寝よう。国のお金が盗まれているのに、
このゆっくりの寛大さである。まあマジレスするなら国のお金は盗まれてないんだよな。どこから持ってきたんでしょうかね。ほいだら、キャットを助けに行くとしますか。人んちの暖炉から屋上に登っても怒らない天使。屋上に看板立てるぐらいなら最初から屋上に登らせないようにすればいいのにね。そしてなぜゆっくりは、お昼間にここに来てしまったのだろうか。さあ、意味があってやってるのかなと思って見守ってた。意味なんてあるわけないじゃん。とっととお布団に戻って寝るよ。深夜に城下町を徘徊する皇帝。皇帝自ら世界中に飛び回る国だからね。多少はね。そしてさも当たり前のように宝箱からお金をもらっていく。まあここだって話だから、元いた場所に戻すのが普通でしょう。よし、じゃあ今回は、ディープワン先生を倒すまでやるとしよう。はーい。しかし、こんな大っぴらに聞いてたら、他の健全な市民たちが、え、子猫って何？ってなりそうなもんだけどね。そこはあれだよ、筆談でやり取りしたってことにしておこうよ。アーバロンアーバロン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 。それでは行きましょう。アーバロンアーバロン、ミュージック、スタート。今の能力値はこんな感じになりました。よし、では、ディープワン先生、よろしくお願いしまーす。まさかのロマサガ RS でも、同業となってしまったディープワン先生。修練の洞窟にバージョンアップだったら、間違いなく次はアルビオン先生と一見することとなるでしょう。ふむ、ダメージ的には問題なさそう。無事に撃破できそうだね。その前にジェラールの LP が世代交代まで持つかどうかっていう。ジェラールとエメラルドとアリエスもだね。まあどうにでもなるでしょう。ディープワン先生、そこに見えますのはスカート。ディープワン先生は実は女の子だった。布を巻きつけるっていう知能はあるんですね。ということで難なく撃破。お疲れしたー。言ったところで今回はここまで。次回、最後のジェラール物語、お楽しみに。それじゃあ、バイバーイ。ロマサガ術縛り、はじめるよー。よろしゅうよろしゅう。前回のあらすじー。ちゃんと格闘家の顔を立ててあげたよ。ということで、やってきました運河要塞。運河要塞攻略するだけで、大きく3つもパターンがあるっていうの面白いよね。今回はその中でも一番安全、楽ちんちんな、シティシークバージョンでいこうと思います。楽ちん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 ちこちん。黙れおっぱい魔人。しかし、こんなわかりやすくパンク状として、敵さんは気づかないものなんかね。っていうか、どうやってキャットが扉の前の敵以外を排除したのかが、ゆっくりは気になるよ。確かに。手に入れたアイテムは、とりあえず装備させます。性能がどうっていうより、そこにあるからつける感じだよね。そしてこっそり侵入どころか、堂々と要塞内を歩く人たち。しかもこれ歩くっていうか、堂々と走ってますからね。これはガバ警備にも程がありますわ。と話をしていたら、ボス前到着。各自の能力値等はこんな感じです。ということでバイカー戦です。怖いのはバイカーじゃなくて、そこにいるお友のパイロレクス対戦です。バイカー倒すだけならあっという間なんだけどね。
うおう、レアで258くらうとか、さすがパイセンっすわー。割とガチガチに固めてるはずなんだけどなー。レアでこれなら、柔らか豆腐なジェラコは即死だね。通常の攻略なら、このパイロレクスパイセンを使って、強い技をひらめいたりするんだけど、今回はそれができないからね、とっとと倒すよ。悲しいことに、ジェラールのファイアーボールが、パイセンにはこれっぽっちも効かないからね、仕方ないね。はい、いっつあーがり。初の皇帝継承、最初に選んだのは、シティシーフのバービーでした。バービーじゃなくて、ビーバーな。仲間集めとかはカットしていくよ。ということでやってきたのは、カンバーランドです。え、滅亡させるの？滅亡させません。ゆっくりはサイフリーと絶対許さないマンなので、みんな生かして領土にします。というけど、単純に掘り子が使いたいだけです。カゴメイ農野再生活。しかし、ロマサガ RS のおかげで、ソフィアに軽い憎しみを抱くようになったぞ。初日組ですが、未だに螺旋階段卒業できません。どうも。通常プレイでは、ホリオにはかなりお世話になりますが、今回は用なしです。ラフランス、ラフランスー。要所要所で、しっかりサイフリートが怪しい発言をしているね。きちんと町の人たちとか、いろんな人の話を聞いてると気づけることってあるよね。皇帝さん、信頼を勝ち取るためなら、重労働も意図はないです。力こそパワーだからね、仕方ないね。というわけで、今回も戦闘は分割版でお届けいたします。では、ミュージック、スタート。ボス前、ボス前。雑魚戦だったのに、割と LP 消費してしまった感が半端ないです。まあそういう時もあるっしょ、なんとかなるなる。よっしゃ、行くぞー。あれ、頂上決戦に順位を持っていたっけ？こいつはいた気がするぞ。そっか、いたか。こいつは死滅劇が来る前に倒してしまいたいね。って言ってたら来ちゃったわ。200オーバーか。連続できたらさすがに苦しいね。一応回復は2人いるから、一ターンで立て直せるね。立ててよかった魔法研究所。とりあえず、勝てないってことはない想定だけど、もし勝てなかったらフリーファイトで挑むしかないな。術レベル上げて、アバロンに戻ることは許されないのだ。そう、ゆっくり立ちに退路はないのだ。進もうよー。進もうよー。前を向いて進もうよー。
たちは、専門学生だった？これさ、最前列のおじいちゃん、魔法を唱えている間だけ、亀裂劇無効にならないのかな？宙に浮いてるから？そうそう、亀裂劇って不幸には無効でしょ？それはあんたあれよ、孫悟空にでもお願いしたら？お願いさせて、金さん。はい、これで終了だよ。さて、ゲオルグのところに行って報告したら、今回は終わりにしようかな。はーい。しっかし穴から脱出できなかったらどうしたんだろう。ロマサガにタイムゲージがあったら終わりだったね。というわけで今回はここまで。次回、白熱のハイフリート戦、お楽しみに。それじゃあ、また次回。またねー。ロマサガ2、術師場。リの旅、はー始まるよー。斬新な始まり方ですね。誰だよ、敵陣真っ只中なのに宿屋に泊まるやつ。さて、今回は、罠にはめられたトーマス。ミュージック、スタート。トーママエー、トーママエー。略してトーマエー。しゃがんだトーマ可愛くない？可愛いよね。君たちさー、自分たちの領土なんだから、少しはその思い越し上げたらどうなの？愛知県と岐阜県が喧嘩した時に、トランプ大統領に仲直りのキューピッドお願いする感じだよね。そりゃ、カンバーランドもアバロンの領土になるわけだ。ということで、やってきました静岡県。おい、三重県どこや？三重は頂上ですね。では、ミュージック、スタート。おい、すでに死にそうなやつおるぞ。おかしいな、先日皇帝継承したばっかりなはずなんだけどな。先が思いやられすぎて胃が痛いわ。はい、ということでサイフリート戦です。普通にプレイするだけでも、こいつに勝つのきつい時があるぞ。そんなんで勝てるのか？大丈夫、回復魔法も、攻撃魔法も、それに補助魔法だって持ってるよ。ただし、技は一切持っていないのだった。ちなみに、ネタバレってほどではないんだけど、道中 LP 消費しまくったせいで、サイフリート戦でのリセット回数が比較的多くなってしまっているよ。そうだろうよ、おおむね LP の少ない皇帝とばあちゃんがお悔やみになった感じだら。イエスガッツライト。っていうか、最前列にいるじいちゃんに攻撃がいかないで、なんで最後尾のばあちゃんに攻撃が集中しちゃうかね。そりゃあ、どうせ殴るなら、男より女の方がいいからに決まってんじゃん。女殴るなら、真ん中か一番上のやつにしろー。あ、そういえば、今更だけど、動画にコメント来てたので、一件お返事です。はいよ。主は名古屋？名古屋生まれの、名古屋在住だよ。でも親が北海道出身です、はい。っていうかなんでわかったの？普通に名古屋弁使ってたからじゃない？最近トーチとアリングが東海。
っていうか、愛知県限定だったっていうのを知りました。そして、そのトーチドアリングで怪我人が出たらしく、活動が取りやめになったってことも知りました。トーチドアリングがなんぞや？という人はググってみてね。細長い棒の先端に火をつけてくるくる回す芸みたいなものだよ。大道芸人かなんかかな？しかし、サイフリートもしぶといね。こんなに雑談しているのにまだ倒せないや。まあまあ超余裕、超余裕だから、ほら、見てなよ。これで大終わり。ということで、また次回。バイバーイ。ロマサガ、術縛りの旅、始めるよー。よろしゅうよろしゅう。まずは、術研究所に行って、新しい術が覚えられないかチェックするよ。太陽光線が覚えられるようになったね。いいぞいいぞー。他の術はどうだろう？風はまだみたいだね。次の術はどうだー？水は、まあそうだよね。お次は土術。まあそうだよね。最後は我らが秘術。はい、残念でしたー。火力底上げのためにも、そろそろフレームウィップが欲しいところ。さて、前回はカンバーランドをゆっくり立ちの領土にしたね。ホーリーオーダーメスの火炎は、かなり大きいよね。そうだね。ホリコは前述キャラの中でも、魔力の高さ、火炎の速さから、かなり重宝するキャラだよね。おう、これからこき使ったるけん、覚悟しやー。と、その前に、久しぶりに工房に行ってみようかな。なんか防具作るの？いいのあればね。しけてんな。さーて、情報何があるかなー。南に行くか、東に進路伸ばすか、考えどころさんですね。ふむ、ジャールドン方面に行くとしますか。武装商船団は、早めに領土に入れたいところ。今回は武器が使えないから、エンリケは活躍しないけど、ここの収入源は早めに確保しておきたいね。とっての通りよ。デファール。ということで、宝石鉱山でお金がっぽがっぽしてくるよ。それでは恒例のこちら、ミュージック、スタート。にボス戦です。うげ、また秘術が効かない敵じゃん。秘術だけならいいけど、戦術も効かないからね、こいつ。じゃあもうエメラルドのどきが頑張って2体倒すしかないじゃん。何そのキノコ類にありそうな名前。まあでもそうだね、現実問題、次に他の属性で攻撃手段ができるの。地の4段階目のストーンシャワーか、名術入手、もしくは合成術開発までないから、エメラルドもどきには頑張ってもらうしかないね。秘術効かないってのがなかなかに辛いよね。だって近い将来、このルーン島に行くんでしょ？そうだね、名術は年代ジャンプが絡んでくるから、先手を打つ予定ではあるよ。ダメじゃん、あそこの秘術効かないじゃん。でも、同じくスピードを要する人魚イベントも早めにやる予定だよ。何のフォローにもなってねー。はい、これで大終わり。今回は早いけどここまで。バイバーイ。ロマサガ、術縛りの旅、始めるよー。よろしゅうよろしゅー。前回のあらすじー、お金として恥ずかしくないのかー。じゃ楽せー、立ち上がれー。今回は、羽を伸ばして東の方へ進出するよ。東というと、ここ、サバンナかな？違います、もっと東です。さようなら、アリさん、さようなら、卵の殻さん、忘れないよ。ということでやってきたのはサラマット。池袋でも倒しに来たのかな？池袋はまだお預けです。
あ、こっちじゃねえや。そっちは沈んだ島ですね。こっちこっち。あ、なるほど。アマゾネスを仲間にしに来たんだね。アマゾネスは、皇帝が男だと、仲間になるまでの時間が長くなるからね。男皇帝だと、カネルはサラマット制圧後だっけ？確かそうだったはず。ということで、無事アマゾネスマラソン完了です。早くアマゾンストライクをゲットしないと。でも、ここに来た本命はこっち。あー、重いから持てないなー。走行クリアン定である。まあ術パーティーだから、下に落ちてもいいんだけどね。時間短縮だよ、時間短縮。ということで、下道を戻って、石船を取りに行って、コムルーン島へ行きます。コムルーン島は、世代イベント関連してくるから、早めに攻略始めないと後が困るんだよね。もう年代ジャンプしないじゃーん。とか、時間巻き戻せないじゃーん。みたいなね。ちなみにだけど、こっちのルートからアバロンに帰るとき、いつもマイルズまで行って地図出して帰るんだけど、他に近道ないのかな？あんま気にしたことないけど、コムルーン島まで行って地図出すか、ユーヤンまで戻るかぐらい？チース、王様帰りましたー。今回は戦闘ほぼしてないし、研究所と工房は行かなくていっか？オッケー、なら石船だけ出していきましょか。いつも思うけどここにある体重計、女子には辛いよね。え、なんで？体重的な？女子の重さはお胸のポテンシャルって習わなかった？お前、あまに謝れや。石船を持っている間は、移動速度が半減するけど、まあレベリングも兼ねて、避けきれない相手は戦っていこうと思うよ。あいあいさー。ゆっくり立ちうまくね。私ぐらいのレベルになると、もう背がごとく、敵が海のように二つに割れるんじゃ。モーセとは何だったのか、うごごごご。素朴な疑問だけど、石船乗せて平常運転できるこの木製の船、一体どんなすごい技術で作られているっていうんだ。石船乗せられるあたり、結構大きそうだよね。ということで、築島到着です。とっととアイスシールドもらって溶岩埋めに行こうぜ。いや、先に石船を貸せてくれ。あ、そかそか、木製の船がすごくて忘れてた。めんごめんご。どうやらこの島には、有能な魔術師がいるらしいですね。一体館のどこにトラップを仕掛けた魔術師だって言うんだ。おっと、ゼミオの場所聞くの忘れてた。ふいー、これで今日の一大イベント完了だー。そうだよね。冷静に考えたら石船ないと楽器イベント完了しないもんね。そういうこと。イーリスは最終メンバーに考えているキャラなので、この石船を運ぶ作業は必須なのだよ。さて、宿屋で一休みしてから、溶岩埋めに行きますか。ばあちゃんにベッドを譲らない、皇帝の鏡。よし、じゃあ噂の魔術師さんのところに行きますか。徒歩5分できた。近すぎね。アイスシールドちょうだい。アイスシールドちょうだい。いいからアイスシールドはよ。残念、氷の盾ではなく、氷の種でした。誤差だよ誤差。あ、今回もダイジェクトでお送りします。では、ミュージック、スタート。よーし、ありとあらゆる穴を塞いじゃうぞー。ゆっくりが私に影響されてて草。キロも大幅カットでお届けしまーす。
やっと下山できました。カットした部分には大量の工程の被害があるのでした。まる。といったところで今回はここまで。次回をお楽しみに。バイバイ。ロマサガ、術縛りの旅、ハージメールよー。よろしゅうよろしゅー。明けてました、おめでとうございます。2020年もよろしくお願いします。よろよろー。さて、まずは工程のステータス確認でもしますか。この魔力の低さである。まあ、マズネスは本来戦闘民族だから仕方なし。今回は何しようね。とりあえず仲間集めだけど、どうしようかな。何を悩んどるばい。アマを仲間にするために、トバの方へ進出するか、モール族のためにサバンナ行くか。お、こっこが200万円あるね。ということは、これでやることは決まったね。仲間集めて大学完成させるよ。アマとモール族が活躍する日は来るのだろうか。ほぼなくなったかな。ですよねー。ハロー、あがた。公私ともに優れるホーリーオーダーは必須ですお。さて、お次は？あとは宮廷魔術師のオスメス両方だね。じいさんばあさんが光の速さでリストラされたよ。これでもじいさんばあさんを使ってあげた方だよ。普通にプレイしてたらまず使わないからね。それ、じいさんばあさん的に消されるぞ。最後の一枠は軍師のために取っておくので、とりあえず大学完成まで4人で戦闘を行おうと思いまーす。ついでに道場に行って陣形をもらっておかないと。ということで、アマゾンストライクもゲット。あとは、装備を整えます。はーい、みんな一旦脱ぎましょうねー。アイテム何があるか把握してないので、一旦全部預けて、それから必要な分だけ引き出します。防具については適当です。その昔、適当すぎて、弓矢を装備したテレーズにコテをつけるとか、盾を装備させるとか、結構むちゃくちゃしてました。まあ冷静に考えれば、両手持ちなのに盾使うことで金じゃん、とかわかるんだけどね。まさかこの時代からその設定が搭載されているとは思わないよね。総門の指輪は回復担当につけておきたいから。どのアクセサリー装備しよう。やたらアクセサリーつけたがるのは、アクセサリーの方が魔力上がりそうだよね。っていう独断と偏見と事実からです。ちなみに、これ前言ったかもしれないけど、今後も足せているのは、魔力が上がらないかなという妄想ゆえです。あ、見た目から入りたいとかなんとかってどっかで言ってたような気がする。よし、こんなもんかな？あとは、軍師用の装備だけ残して、他の装備は全部倉庫に預けちゃいましょう。最後に術回復アイテムを引き出して準備万端です。万端じゃないわ、技とか術とかまだだったわ。使わない技は、ご使用しないためにも封印しておきましょう。そして、見切り技を覚えに行きましょう。ソウルスキル以外何か見切ってたっけ？ボクシ出しを覚えてたね。これはグナス戦とかで使える割とありがたい見切りだね。確かにそうだけど、個人的にはグナス戦で怖いのはサイコバエンドです。見切り技を覚えたら、今度は術を覚えに行きます。2段階目、3段階目の術を覚えていない人がいるからね。術レベルは15から18か。マスターレベルじゃないからあれだけど、もう少し頑張ったら4段階目の術が覚えられるようになる。なる可能性はあるね。あと、マスターレベルが15以上になれば、合成術を発注できるようになるから、早めに開発できるようにしておきたいね。あ、そっか。合成術って発注後は年代ジャンプしないと完成しないんだっけ？そうそう。だから最終工程の時に一括発注したところで、使えない、なんてこともあるので、そうならないよう、最低限使う術は優先的に早い段階で発注したいね。あとはあれか、大学完成させて、軍師が研究所に登場しないと、剣術の合成術の発注ができないんだっけ？そうそう、だから大学の建設を優先的にしているのだよ。ただ軍師が使いたいだけじゃないのだ。と、話している間に準備も整ったので、いざ、ズドン高原。そうか、まだルドン出してなかったのか。ばあちゃんルドン出してー。
さて、ここで大学が完成するまで戦闘を行うわけですが、せっかくなので、いつもみたいに分割じゃなくて、普通に戦闘風景をお届けしようと思うよ。これ、何気なくやっていますが、実は相当な回数リセットを行っています。5人パーティーじゃないし、陣形整ってないしね。って、それバラす必要なくね。いや、編集が変だとか言われるかな。って、言わんと気づかんだら。いや、さすがに気づくか。お、デタラメアを見切ったね。全体攻撃を見切ってくれるのって、割と嬉しいよね。そうだね、天風テーションみたいにそれがないとクリアが危うくなるってほどじゃないけど、あったらあったで嬉しいよね。構成もフレーム3つを覚えて、攻撃への参加がしやすくなったね。そうだね、もうちょっとレベル上げれば、ファイアーボールが全体技になるから、そうしたらもっと幅が広がるね。術パーティーなら、暗闇なんて怖くない？あ、それ。満足、術縛り満足。満足、術縛り最高。おや、BGM が戻りましたね。だって、何とは言わないけど、うねうねするでっかい紫の蛇が出てきてフルボッコにされたんだもん。ほぼほぼ答えを言ってるけん。とはいえ、こいつの電撃もなかなか辛い時がある。お、催眠の見切りも来た。これは地味に嬉しいですね。ぜひとも皇帝継承まで持っていって、技道場に登録したいところ。おい、フラグになるからやめえや。よし、セーブセーブ。ヘルハウンドは秘術が効かないから、違うやつ攻撃するしかないね。周りの敵は皇帝に一掃してもらうとして、ウィンドカッターとかでヘルハウンド。たー、熱風思いのほか痛いんですけどー。まあこれはしゃあない。もう一発来るんかーい。お、全員耐えたね。耐えられなくて、さっき3回ぐらいリセットしたけどな。もうキマイラが出るのか。まあヘビが出るぐらいですし。とりあえず、霧がくあ、麻痺入ったけん。これ余裕だわ、ぬるめだわ。キマイラはまだ麻痺が効くやつでよかったね。そうだね、技レベルも低くはないしね。って、技レベル関係ないわ。技術点低いわこいつ。ヌエが出てきたら逃げような。あいつ技術点美味しいけど麻痺効かないし。4000ぐらいですね。そんなもんなんだ。なんか体感5000ぐらいかと思った。木の下ですけどー、まだですかねー。あがたの術ポイントがなくなりそうなので、一回回復しに戻ろうかね。太陽光線って使い勝手いいし強いけど、序盤だと術ポイントがすぐ枯渇しちゃうよね。それな。よし、第2ラウンド突入。うげげげげ、土の精霊6体かよ。ストーンシャワー連発されたら、安定のリセットですね。混合力、混合力一生使ってろください。ああ、タイミングにもよるけど、足がラメでもいいよ、許したる。通常攻撃でも瀕死になるのか。いや、防具によってはワンパンだった可能性。今のところ実害なし。攻撃入れたところをアースヒールで直されると、なんか悲しい気持ちになるのでやめてくださーい。よし、まずは一体。よかった、攻撃当てた相手にアースヒールからの足がラメでループにはまったかと思った。そして今のところストーンシャワーが来てない。いいぞいいぞー。まだフリーファイトだからいいけど、スタンされると防御解除されるから、これはこれで辛い時があるよね。よし、2体目撃破。このままお互い、無
胸に泥でもかけ合っててくださいマジで。泥？金剛力よ、そういうものと思うことにしました。どういうものだよ、金剛力に泥要素ないだら。新年早々頭おかしくなったのけ？そうそう、年末にね、冷蔵庫にアサリが余ってたのでトマトボンゴレ作ろうと思ったんです。急にどうした、なぜ料理団に？で、白ワインがなかったんでスーパーに買い出しに行ったんですよ。年末風邪ひいてたよね。あ、3体目月波。そう、風邪ひいてたんです。で、白ワイン買って家帰ってマスクしながら料理したんですよ。マスクしてまで料理すな、おかゆでも作ってろ。で、完成してパソコンで動画見ながら食べたんです。そしたらね、酸っぱいんですよ。え、アサリ腐ってた？あ、4体目。いや、アサリは腐ってなかった。5体目月波。ならトマトが腐ってた？トマト自体は結構売れてたけど腐ってなかったよ。じゃあなんで酸っぱいの？白ワイン買ったと思ってたらね、白ワインビネガーでした。よし、なんとか倒したぞー。敵が6体もいて、ストーンシャワー1回も来なかったの奇跡なんだけど。え、クレハタンの話のオチはこの戦闘と何の関係が？うん、ないよ。え、ないの？ないよ。おま、そのためにどんだけ尺使ったと思うとんじゃー。ねえ、タミー、マジ暗闇。今流行りのボーディビジョン見たクラップっぽく言わなくていいから。まあ、あれです。しばらく動画投稿できてなかったから、何してたのか教えてあげたくて。なんで上から目線なの？12月は、帯状疱疹みたいなもの出たり、十数年ぶりにインフルエンザになったりと、仕事どころじゃなかったんすよ。1ヶ月の半分も働いてなかったね。でも、元気になったーってゲームしてたね。やることなくて。寝てろ。とは言いますが、動画投稿遅かった原因は、体調不良というより、パソコンが古くなってきて、動画編集できなかったことにありますね。いっぱいふけ寝しました。そこ照れるところじゃないから。ん？じゃあこれ投稿できているってことは？あ、実家に行って性能いいパソコン借りてきました。あ、パソコン新調したわけじゃないのね。新調したいんだけどね、一気にお金出てくし、ちょっと考えようかなと。幸い、実家のパソコンはホコリかぶってたので、借りれる自信あったし。実家パソコンにゴロゴロインストールしておこうぜ。おう、グラスコッパーや。お酒の名前にありそうな名前で、なんだか喉乾いてきたな。そいつ倒したら飲み放題だよ。え、こいつの体液のこと？そうそう。やだよ、絶対やだよ。インスマス顔になりそうやん。嫌がる理由はそこかい。カバ、ウサ、リス。チバ、シガ、サガ、みたいに言うな。お、今度はチャージの見切りか。今日は結構いろんなもの見切るね。技をひらめかない分、こういうのは嬉しいよね。しかし、あまり活躍どころさんのないチャージの見切りなのであった。フライマンバーを見ていると、どこかなーくマリオに出てきた太陽を思い出すんだよなー。あー、マリオブラザーズ3の砂漠ステージで出てきたあれか。動き自体は単純なのに、なぜかトラウマ化しているよ。グラフィックが結構リアルで怖かったからじゃね。あと、それまで何もしてなかったのに、突然襲いかかってくるところとか。あー、そうかもそれかも。マヒが入ると本当に楽だね。リアルタイムでプレイしていた時は、状態異常攻撃ってあまり使わなかったもんね。力こそパワーだったからね。先制攻撃できるからって、ラピッドストリームしか使わなかったしね。それが今ではムーンフェンスかアマゾンストライクだね。小さい頃と、大人になってからとで、プレイスタイルが変わるってゲーム、なかなかないよね。そういえば、公式がやってたロマサガ3の40時間ぐらいの生放送、見ました？あー、帽子がトレードでやらかしたとか、応用性がラスト1時間ぐらいから RTA 走り始めて先にクリアしちゃうとかってやつですね。ああいうの見ると、プレイしたくなるよね。プレイしたくなるも何も、あんた発売日にSteamで購入してたやん。購入してダウンロードもしたけど、積みゲーになってたから。じゃあプレイすればええやん。普通にプレイするの、もう何十周もしたから、今度はどうやってプレイしようかなって。この動画見たく、術縛りすれば？3の術は強いからなー。ふむ、そろそろもう一回回復しに行こうかな。あー、宿屋が近くなるんじゃー。あ、ちゃうちゃう、間違えた。カーモンベイベーアバロン。証券の技インプリズ。なぜ突然歌ったし、っていうか、インプリズンってロマサガ2ではでなくね。誤差だよ誤差。ふむ、まだできてないね。あとちょっとだと思うんだけどなー。
そうだね、なので降らされる前に倒していくよ。太陽光線が強い強い。弱い蛇でお願いしまーす。電撃でないなら許す。一ターンで2体倒せるなら大丈夫じゃね。だって電撃来たところで、うちら今フリーファイトなわけだし。そっか、そうだよね。横かぶりしてないもんね。なら成長剣使われなければ大丈夫か。使ってこないから安心なさい。術レベルも各自順調に上がってるね。そうだね。お、睡眠の見切り2人目出ました。そうかそうか、24時間働いていたいってか。24時間働けますか。ビジネスマーン、ビジネスマーン、ジャーパニーズビジネスマーン。今の若い世代は、この CM を知らないんだろうな。知らないどころか、去年か一昨年に、定時で帰る、みたいなドラマやってたよね。いやー、ジェネレーションラップは辛いねー。時代ですねー。フレームウィップは待ちさせたくて使ってるから別にいいんだけど、ダメージ全然入らないな。ウィンドカッター、太陽光線の10分の1、ひどいと20分の1ぐらいだね。やっと倒せた。お疲れ様。おっと、あがたの術ポイントが切れそうだから、回復しに行かないと。回復はするけど、そろそろ大学できてるんじゃね。それもそうか。何回戦闘したっけ？数えてないからわからない。あ、できてるね。よーし、大学建設完了じゃー。まずは入学試験を受けないとね。年収入で間違えるのはわかるけど、長年プレイしてて建築様式間違えるやつおる？目の前におりましたねー。なぜ一回断ったし。なんとなく？軍師は水、風、天が得意だとのことですが、そんなこと関係ねえ。こいつには土術を使わせます。知ってた。まあ天術はともかく、土と風が得意なの半々だし、いいんじゃね。単純に土が得意なやつ使うなら、じいちゃんばあちゃんか、モール族ぐらいしか選択しないからね。アーヒール使えるようになったから、回復の幅が広がるね。やったぜ。よし、じゃああとは、装備を整えて、技習得しに行くよ。やっぱ資源は壁役にもなってほしいから、あえて全身スーツ着せとくか。加入早々壁役とかかわいそうすぎる。肉体労働苦手って言ってたのに。物理で殴れとは言ってないよ。壁になってほしいってだけだから、肉体労働とは違うかなー。1袋20円のもやしに、100g400円ぐらいの肉になれと言ってるようなもん。あー、聞こえなーい。例えば微妙すぎて聞こえなーい。そう？じゃあ、1袋30円のもやしに、100g。なんかの話はしてなーい。よし、こんなもんかな。あ、ゆっくり、陣形、陣形セットしないと。あ、そうだ、忘れてた。ここでようやく陣形を設定できるね。物理攻撃はしないけど、速さ補正と、行動後防御がつくので、アマゾンストライクでいこうかな。なんか情報出てないかなー。武装小戦団か。アバロンの君に行こうぜ。
それじゃあ今回はここまで、次回をお楽しみに。バイバイ。ロマサガ、術縛りの旅、はじめるよー。よろしゅうよろしゅう。さて、今回は武装商船団イベントをこなしていくよ。こっちじゃないや。ここはやっぱり水路で。ハリアで行こう。なんでということで、ハリア半島を通ってヌオノに行くわけですが、まあこれには理由がありまして。詳しく聞こうか。前回ちょっと話したけど、合成術を早めに作成しておきたいんだよね。あ、そんなこと言ってたね。というわけで、ミュージック、スタート。さーて、そろそろいい感じになってるかなー。ねえ、ゆっくり、一個聞いていい？なんだね。確か前回の最後に、資源は壁役になってもらいたいから、全身スーツ着てるって言ってたよね。言ってたね。なんで最前列じゃなくて、最後尾にいるの？ねえ、なんで最前列じゃなくて、最後尾にいるの？ねえ、なんで最後尾。誤差だよ、誤差。合成術第1号来たね。こっちの合成術も来たね。ダイヤモンドダストはコスパのいい全体術だから、なかなか嬉しいね。というわけで、もう一回ミュージック、スタート。というわけでヌオノに到着。若いもんが世話になったのー。レイヒカルはゼロン戦です。しっかり鍛錬してきたゆっくりたちには、こはやこいつはクソ雑魚なめくじパッパラパーです。むしろ戦闘よりもこの後のアイテム回収の方が大事っていうね。はい、これで大終わり。そのクライミング能力をミンサガのゆっくりたちに伝承してくれませんかね。あれは世界記録狙えるよね。こいつがギャロンより強い説。仮説立てんでも、十分ギャロンより強いぞ。自信持て。ここで豆知識、エルダー号は、こいつからネーミングが取られたよ。あ、そうなんや。嘘です。うおー、マラソンのラストスパートばりの加速。
BGM が変わっただけで、さっきと敵のバリエーションが変わらないんだよな。なんだったら運が良さい時代から変わらないよね。まあ相手に敬意を示して、切り隠れはしておこうかな。数少ない、足柄目が有効活用される戦闘である。飛行には効かないし、敵よりも先に行動できないと効果を発しないからね。槍技の足払いも飛行には効かないよね。昔はそれを理解してなかったよ。理解も何も、状態異常攻撃とかはしてこなかったって前回言ってたよね。うん、それも含めてね。はい、終わり。おんどれ待ちやがれー。はい、ここ今回で一番大事なポイント。詩人の楽器入手がメインでした。粗雑な発言してもかっこよくないぞー。それじゃあ今回はここまで、また次回をお楽しみに。バイバイ。ロマサガ、術師縛りの旅、はじめるよー。これでカンバーランドへ徒歩で戻ることはできなくなりましたね。いつも徒歩じゃないんだよな。さて、今回は七英雄撃破会、ボクオンを倒していくよ。パートいくつぶりかの七英雄戦です。まずはステップを南下してノーマットの村へ。じゃあ、湖畔で殴りに行こうか。戦艦が動いた瞬間に、逃げるようにして去っていくノーマット、マジくさ。ゆっくりたちが偵察に来てから、稼働を開始してくれる戦艦くん、マジ有能。この状況を打破すべく、ゆっくりたちは軍師のもとへ。その忍者能力、もっと有効的に使えはしないか？壁抜けができるなら、戦艦に突撃して、こう、ボクオンの真後ろから、サクッと、ねえ。と、話している間に、軍師が何かを用意してくれたようです。早速ステップに移動しましょう。しかし、戦艦に効く薬ってなんだろう？バイクの給油口にウイスキーぶっ込んで、事故りかけた頭の弱い人がニュースに出てたから、そういうことじゃない？構成をぶっ込むのが最高策らしい。失敗した時のリスクがでかすぎてくさ。ステップだからね、仕方ないね。というわけで地上戦艦、攻略開始です。まずはアイテム回収をしに、右上の階へ。あ、今回はダイジェストじゃなくて、すべて倍速でお送りいたします。あれ？そういえばクレハタン。はい、なんだましょ？前回確か、資源は壁役になってもらうからって理由で、全身スーツ着せてたよね。あ、そういえばそうだったね。そんな資源がなんで後方、それも一番狙われにくい場所におるの？なんでだろうね、不思議だね。あ、多分あれだわ。陣形がアマゾンストライクだから、アタッカー3人に素早さ補正をかけたかったんだと思う。あ、なるほど。だからご利用は計画的にっていつも言ってるでしょう。しかもこれ、何が立ち悪いかって、気づかずずっと全身スーツのままってことだね。そらそうだろうよ。あ、気づかぬ間にファイアーボールが全体攻撃になってる。頑張りました。うん、ウィンドカッターのダメージも結構いい感じだね。物理攻撃より明らかに火力は足りないけど、まあ十分かな。倒れちゃった。ボクオン倒したら年代ジャンプだから、気にせずこのまま行きます。さすがに LP3 とかになったら考えようかな。わぁ、ムカデだ。地震が連続で来ないことを願う。地震もそうだけど、全体攻撃をしてくる敵はドイツが出てきても要注意だね。そうだね。いつも思うんだけど、ロマサガシリーズにおける暗闇って、あまり効果を感じられないんだよね。絶対行動不能なマスとかと違って、攻撃を外すかもしれない、っていう効果だからね、仕方ないね。追加として、椿をこう、目にピッとして、余計に攻撃
気に来るようにしようぜ。レンジ狭すぎね。敵の目の前まで行ったら、適当に手をぶん回されるだけでこっちは大ダメージやで。よう、考えよう。お金は大事だよー。ここのベッドから起きてくる敵が可愛く見えた人もいるんじゃなかろうか。剣が使えたら炎の剣が有効活用できるのに。個人的な感覚だけど、炎の剣の短冊切りってなんか強いよね。単純に攻撃力あるしね。お、足柄目が全員に入った。敵の行動をキャンセルできるのって気持ちいいね。もう一発、足柄目、入りました。あ、先に行動されちゃった。ダメが入るとかなり痛いね。あれ、これ割と重要だぞ。一回個室に回避するのです。そして一体ずつ確実に仕留めるのです。個室の扉あたりから敵に当たるとき、横から当たれるのも利点だね。あ、そっか、悪魔系って足柄目つかないんだっけ。いや、悪魔系っていうより飛行なんじゃない。羽生えてるし。あ、そうか、なるほど。いや、しかし、ウィンドカッターが思いのほか活躍してるな。クレハタンの中では活躍しない予定だったの。うん、中盤あたりのメインアタッカーは太陽光線とストーンシャワーだと思ってた。確かに、あんまり太陽光線とダメージ変わらないもんね。消費術ポイント見ても、コスパいいね。さて、こんな感じで残りの敵も倒していくよ。術ポイントにだけ気をつけていきましょう。皇帝にこれぐらいのダメージが入ると結構辛いね。次皇帝継承するときは、体力重視の皇帝にしよっか。体力重視っていうと、格闘家とかってことだよね。格闘家とか、っていうより格闘家だね。友人とっておきたいし、ヒットポイントの高さはトップクラスだから。術の威力も、まだまだ火力がない今のうちだからやれることだね。まあ格闘家にしなくても、現時点ですでに皇帝のヒットポイントはパーティーの中で一番なんだけどね。なおさら皇帝に全身スーツ着せてあげないとね。あ、これ名案じゃね。そう。だね。アートに言いたい。残念、横から当たる作戦がミスってますね。これさ、今更言ってもしょうもないんだけど、足柄目の命中率が高いなら、資源を前に出した方が良かったよね。そうだね、敵より後にかけても意味ないからね。今のに旅してるだけだし、まあ多少はね。そう、誤差だよ誤差。よーし、ラスト1体だー。リメイク版から実装された、この少し強い敵。動きがリアルだよね。こいつとか動き具合がなんていうか、こう、お腹のタユンタユンがリアルだよね。え、ごめん、言うほどリアルにタユタってなかったんだけど。ゆっくりは残像で見えてるだけじゃない？結構タユタにしてるよ。お。よし、この階の敵の一掃完了。こっちの階の敵は華麗にする。スルーします。あー、もうしゃらくてー、倒してやんよ。クレハタンがワンパンキルされてますが、気のせいだよ気のせい。こらちゃんと立ってんじゃん。名前が百獣の王なのに、どこ枠になっているかなしか。敵払い世の中だねので、今度は左のエリアに行くよ。ちゃんとセーブしてと。まず、初見プレイの時には気づかなかったベルトコンベアーの先に行きます。ここ初見で気づく人どんだけいたんだろうね。まさかベルトコンベアーに乗れるとは思わないよね。思わない思わない。でも、
そういうギミック面白いよね。目に見えるものが全てじゃないってやつね。最近だと画面の隅にミニマップは表示されているけど、マップに表示されていない道があるってパターンのとか、結構血湧き、肉踊るよね。血は沸騰しないし、肉は三段バラでいつも踊ってる状態だけど、まあ気持ちはわかる。どこでのタウンにユニノタウロスみたいに、魔法しか使えない状態にしたいね。MP が足りないんですね。わかります。よし、しっかりセーブして乗り込むぞ。ここの敵が避けづらいのが辛いよね。壁抜けスキルを使えば敵に当たらずに通過できるらしいけど、クレハタンにそんな能力など備わっているはずもなく、自分の動画はバグ技とか裏技を使わずに進行してるからね。無用の長物だね。え、指輪転がしとかしないの？選手の頭がかわいそうだからやりません。って台本に書いてあるよ。こら、そんなネタバラシするとどっかのカンパニーに消されるぞ。まあでも、クレハタンっていつもそうだよね。なんだっけ、チョコボの不思議なデータディスクとかも使わないよね。使わないことはないよ。ストーリーだけ先に楽しみたい時とかは使ったりするし。と話している間に、クレハタンが峰打ちの見切りを覚えたね。今回は見切りの習得が多くて、結構ありがたいね。実に有能な皇帝である。よし、ベルトコンベア内の清掃作業完了。ここの断熱服とお金が結構ありがたいんだよね。さて、極音のところに行きますか。この後リセットしてもいいように、もう一度ここでセーブ。下の宝箱を2個回収して左の階段に進みます。その前に敵にぶつかられたのでメンチ切り返して倒します。モンスター相手にメンチ切るクレハタン。そもそもモンスターってメンチ効くのかな。効くのはメデューサーぐらいじゃないかな。あれ、そういえばロマサガスーってせっか効果のある技とかってあったっけ。デルタペトラ。それはサガフロプー。技だと、活発石化症だけかな。術はあったっけ。それを聞いてるんじゃん。だって石化ってエリキサー使っても治らないんだよね。確かそうなはず。だったら石化させまくればええやん、って思ったんだけど。なさそうだね。思いつかないだけかもだけど。おいおい、アンちゃんは勝ったんかいのう。モーテや、ワイはモーテや、はよ打ちやけんかーい。ずるいモーテやな。海が割れるどころか、川でさえも割れなさそう。おいおい、アンちゃんは勝ったんかいのう。猫バスや、ワイは猫バスや、はよ打ちやけんかーい。ガラスなら割れた模様。ここの、敵がピョンって跳ねて追ってくる演出、結構好きやで。はいはい。さて、極音のところまで来ました。能力とかはこんな感じですね。では、いざ、勝負。というわけで極音戦です。マリオネットが怖い以外は特に難所はないです。はい。物理攻撃はしないのでコネクタキも意味ないです。はい。戦法としては回復役は霧がくれで物理攻撃を回避、前衛3人でひたすら攻撃、資源は盛り上げたいですね。盛り上げ役？そうだね、盛り上げ役だね。嘘だよ、アーキールっていう大事な役目があるよ。確かに、それだけかも。よし、マリオネット一発目は被害なし。ありがてえ。よし、エルフバーニングも入ったね。直接攻撃をしてくる可能性がある極音相手にセルフバーニングは有効だよね。皇帝は火力が低いからね、こういったところで補うのは大事。うわぁ、やめろー。3人か、さて、どこまで影響出るか。やめてくれー。オーバーキルですね。知ってた。後ろの回復2人が天に召されなかったのは不幸中の幸いですね。2人ともご存命、ピンピンしております。よし、3発目も無事回避。回復役の何が悲しいって、回復した直後に敵の攻撃で倒されるところですね。回復した分がなかったことにされたりね。おお、
ここで骨砕き鬼キルとは、腕力下がるのは問題ないけど、ダメージがね、痛いよね。そこだよね。ほら、たまにいるよね。霧爆裂しても貫通する攻撃してくるやつ。あれをどうするかが課題だね。資源に行ったか。そして保険を張るかのように資源をフルボッコ。くたくんな。最後の一撃は切ないんじゃそれじゃあ今回はここら辺で。バイバイ。ロマサガ、術縛りの旅、始めるよー。よろしゅうよろしゅう。さて、今回から皇帝は格闘家になりました。皇帝のヒットポイントを高くしたいからね。魔力低いのはまあしゃあない。情報員さんや情報員さんや、何か情報は入っているかね。何がありますか。よし、今回の旅の行き先決定。コムルーン島行くよ。よーし。みんなおいでー。前回軍師が仲間にできるようになったから、結構戦力確保はできてきた感じがあるよね。じいちゃんとばあちゃんなんていなかったにゃ。まあそうなる予感はみんなうっすら感じていたよね。そして皇帝の素早さが高くないと効果を実感しづらい友人ゲット。はい、ということで仲間もろもろ集めてきました。現在の各キャラの術レベルはこんな感じ。各自のステータスはこんな具合。そしてあまり変わり映えはないけど、装備はこうなっていて、技欄はご覧の通り見切り技で埋まってきております。うん、催眠美味しい。最後に、術はこうなっております。さて、一応これで旅立てるわけだけど、その前に合成術の様子を見ておこう。前回発注したのが完成してるね。あ、発注間違えた。アークサンダー使わない予定だったわ。それな？マジです。あ、天水で発注したあっちは大丈夫かな。ダイヤモンドダストですね。こっちは大丈夫だった。ので、掘り込み覚えさせます。あ、これも発注失敗。貧血なので、ちょっと様子見。これもちょい様子見。これもパス。うちのコッコ、今100万しかないからね。仕方ないね。よし、エリクサーきた。これは優先発注。炎の壁も、メールストローム対策で優先発注しておきます。スービーとすぐ戦うの？そこはまだ決めてないけど、いざ戦う時に持ってないと辛いかな、って思いまして。最後に、コッコの残金を確認しておこう。貧血帝国マジワロス。これには皇帝もこちらを見るしかないようです。さて、ではコムルーン島へ行きましょうか。というわけでやってきました火山島。うちの情報員によりますと、今にも火山が爆発しそうだとかなんとか。うんと昔に火山を埋めたはずなんだけどなぁ。おっかしいなぁ。ふむ、確かに怪しい地響きですね。私この島の魔術師さんに、火山埋めたらもう安全ピーポーペッペケペって言われたもん。だから私のせいじゃないもん。サラマンダーさんどう思います？はい、相当ヤバいらしいです。これは避難勧告出さないと。逃げろー。今すぐ高いとこ、じゃない船乗って逃げろー。皇帝の命令、威圧。さて、この後どうしたもんかねー。サラマンダーたちに報告しに行くで。ほうれん草は大事だね。サラマンの兄貴ー、住民避難させてきたよ。命より重いハンマーもらった気がする。おーっと、手が滑ったー。
守れなかった。このハンマーで降りしきる岩石を、ってなんであんたは無事やねん。ここまでテンプレ。茶番はここまでにして、火山爆発させた代償として、新しい島が出てきました。いやーな予感がするので、魔術師さんが寝ているか確認しに行きまーす。鬼の犬間に島探索。レッツ、引き続き、分割スタート。魔術師さんは寝てたし、火山爆発と同時に現れたこの島は魔物で運びっていたし、絶対ここに何かあると思うんだ。ていうか、あんな盛大な爆発があったのに、平気で寝ていられる魔術師もすごいよな。確かに。サラマンダー族、あんたたちいいやつだったよ。最高にロックだった。なんで急にサラマンダーの話題？火山爆発、それすなわちサラマンダー使用不可だからね。寝たいな、今さら感あるけど。はい、これで大終わり。ということで、魔術師戦です。術使いが浅す術使い。はい、あ、さっきもちらっと言いましたが、ダイヤモンドダストはホーリーオーダーにも立てています。ダイヤモンドダストは剣と水の合成術なので、これで宮廷魔術師オスの剣と水の合成術の使用は禁止になりましたね。全体混乱をかけるプリズムライトですね。これは発注もさせません。敵が術を使うと、宮廷魔術師オスのお箱である霧隠れが全く使い物になりませんね。術は霧隠れ貫通してくるからね。まあでも比較的狙われにくい位置に配置してるから、あまり問題ないでしょう。あと、今回のこの魔術師戦は、かなりリセットをしております。単純に魔術師が強いんだよなぁ。そこは魔術師ちゃんって言わないんだ。散々言っておいてあれだけど、魔術師ちゃんって言ってる自分が最高にキモいし言いづらかったわ。あ、そう。あ、で、ですね、この動画はゲーム自体初見って人は少ない前提で進めているけど、この後の工程継承の関係で、工程以外の LP をなるべく消費させないよう、ある程度 LP が削られたらリセットしたりしています。もうね、エグいのなんのって。全体攻撃連発してきたり、混乱させて無力化させてきたり。私もこんな術使いになりたいぞー。さらっと今年の抱負みたいな感じで暴露せんでください。再生なぁ、再生がなかなか辛いんだよなぁ。トリコがダイヤモンドダストで与えた分がごっそり持っていかれるからね。トリコと宮廷魔術師メスの攻撃が成り立たなくなったら、そこでゲームセットなんだよ。再生すんなよ。だからまあこればかりはしゃあない。地方変更するしかないわけだけど、こいつどれで再生してんだ？調べた感じだと、初期の一層らしいですね。なので、現実で打ち消すことになるのかな？なら、より一層ホリコの活躍が大事になってくるね。今更だけど、体力吸収って案外使えるね。そうだね、術使っても、体力吸収使う人ってあまりいないよね。うちの動画だけで言えば、これで工程以外全員何かしらの回復手段があるってことだからね。あれ、やっぱ術縛りって強い？水
方のヒットポイントの状態によっては、宮廷魔術師オスは、混乱になった人がいる場合に元気の水を使ったりしています。その間の回復は元気ですね。ただ、運気の使うアーヒールは決してコストがいいわけじゃないので、長期戦になりそうならある程度温存しておきたいね。そこなんだよね。術師縛りって、結局術ポイントが切れたら確定済みなので、残量も見ながら戦わなきゃいけないんだよね。普通に武器を使用する場合は、わざポイントの消費なく素振りできるし、なんならワンチャンロマンシングひらめきする可能性もあるしね。あれ？ということは術師縛りって実はそんな強くない？術師縛りを押すのか押さないのかどっちやねん。そこの研鑽も含めての縛りプレイなのである。まあ、でも実際術師縛りは火力不足がどうしても否めないから、あんま強い戦法ではないと思うよ。足柄目玉術師より後に来ても意味ないんだよな。最後尾の二人は素早さにマイナス入ってるから仕方ない。本当でこれで最後じゃ覚悟しろねー。といったところで今回はここまで。バイバーイ。ロマサガ、術師縛りの旅、始まるよー。よろしゅーよろしゅー。まずは、仲間の補充をしまーす。ということで、新たに土術を使うばあちゃんを加入させました。皇帝が継承を繰り返した結果、すでに3種類の術を保持していて、大変、なんていうか、もう、そりゃ大変なことになっています。皇帝の術ポイント高すぎはロタ。そのポイントを、燃費の悪いばあちゃんにあげたいところ。後のことを考えての、この高さと捉えてもらえれば。ということで、今回もダイジェストいくよー。ミュージック、スタート。そういえば、前回のあらすじ言ってなかったね。全校生に抵抗してでも魔術師が欲していたものは、それは、そう、この古代魔術書ですね。これで名術の使用、開発が可能になるので、ありがたーくもらっておきましょう。ということで戻ってきましたアバロン。早速術研究所に。行かないの？まだ行きません。代わりにあり退治しに行きます。その心は？特にないけど、超個人的な話として、皇帝は女の子がいいから、早く新しい皇帝にしたいらしいよ。皇帝継承したてなのに、すぐ継承を求められる軍師、マジ不憫の子。あ、あり。あり。ありだー。さて、皆さんお待ちかねのアリイベントです。名言やボスの強さに印象の強いイベントですね。ですが、今回もダイジェストでお送りいたします。気づいた人もいるかもだけど、そういえばストーンシャワーが使えるようになりました。頑張って足柄目とか混合力使ってたもんね。さて、各メンバーの術レベルはこんな感じです。最後に、セーブして、と。いざ、尋常に勝負。ということでクイーン戦です。クイーン戦といえば、超音波と触手に悩まされた人も多いのではないかな。うつ主がリアルタイムでプレイしていた時は、ここが毎回鬼門で、コリコが太陽光線を覚えているかいないかで難易度が変わっていたぐらい、他の敵とのレベルが違っていたよ。さて、具体的な攻略方法ですが、魔法でゴリ押しします。うん、知ってた。っていうかそれしかないよね。おっしゃる通りでございます。回復薬の宮廷魔術師オスは、初手切りが暮れで隠れて、あとは生命の水、もしくは元気の水を使います。メインアタッカーである宮廷魔術師ネストホリコは、それぞれダイヤモンドダストとウィンドカッターを使います。ばあちゃんは、霧が暮れ野郎の回復が追いつかなかった時は回復優先で、それ以外はストーンシャワーで攻撃していく感じかな。ストーンシャワーもアーヒールも、決してコストがいいわけじゃないからね。
できれば足柄根とか金剛力使って遊んでいてほしいところ。最後に皇帝はセルフバーニングで敵の誤爆を狙いながらフレームウィップでちょっかいかける感じですね。皇帝がメインアタッカーに昇格する日はまだまだ遠いのであった。ということで一発クリアしてしまったよ。若かりし頃のあの苦労は何だったんだ。帰り道すがらスルーしてきたアイテムを拾いつつ取りこぼしがないかチェックしていくよー。宝箱ないってわかってるところの部屋って見る必要ある。背だよくせ気にすんな。よし、最初のフロアは最初に全部見たから、あとはハンターに報告して終わりだね。サバンナも制圧したことだし、次はどこ行こうかねー。この諜報員何も情報持ってないのけ。とりあえずアバロンの木でも大きくしておこう。といったところで今回はここまで。バイバーイ。ロマサガ、術縛りの旅、始めるよー。よろしゅうよろしゅう。開始直後の国庫確認の儀を行う。170万円ありました。そうとなれば、術合成をいろいろ頼みましょう。と、その前に。名術ですね、はい。特定のキャラに話しかけないと、名術研究を開始できないので、そこは要注意だよ。さて、誰に名術を覚えさせるかだけど、誰がいいかな。フリーメージのマグノリアでいいんじゃない？メインアタッカーじゃないしちょうどいいかも。そうだね、宮廷魔術師のキグナスとルビーも捨てがたいけど、マグノリアなら初手ペインからの2ターン目に混合力でコスパよく育成できそうだしね。ちなみに、ホーリーオーダーのガートルードは、相反する剣術を使っているので選択肢には入りません。皇帝の単服も同じ理由です。さて、久々のレベル1からの育成だ。楽しもうじゃないか。とりあえず熱風を発注。使うの？考え中。養成功も使うの？これも考え中。これは何だったっけ？サイクロンスクイーズだったかな。これも一応発注しておくよ。コッコが底つきたところで、今回は何をするの？ユーヤンに行って、詩人イベントを始めようかと思うよ。鹿と山で仲間になるイーリス族は、気力が高いからね、早めに仲間にできるようにしたいね。そういうこと。ユーヤンへはメルー砂漠を経由してテレルテバへ。そこから船で行きます。途中テレルテバで魔物退治は行わないの？砂漠関連のイベントは、後でまとめてやる予定なので、今回はスルーだよ。なんだー、ロマサガ27伝説の、まさか、こ、う、て、い、が聞けると思ったのにー。7伝説ってなんだよ。それは実際に攻略するときのお楽しみな。さて、そんなことを話していたらユーヤンに着いたよ。初めてユーヤンに来た時の、異邦人感と言ったらそりゃ半端なかったなー。わかる、ゲーム変わったってなったよな。さて、地下と山の情報だよ。これっぽっちも音痴には聞こえないんですが、この国の芸をたしなむ者からしたら下手なのかもしれない。さて、まずはコムルーン島に行って楽器を収集するよ。ここで火山を噴火させたこと、石船を頑張って持ってきたことが報われるわけですね。わかります。詩人さんの向かった先々で村人に話を聞くと、次はどこどこに行ったって教えてもらえるけど、ユーヤンでイベントを発生さえさせていれば、楽器の収集順は何でもいいシステムだよ。ということで、アバロンで次の楽器であるホルンを収集。ついでに倉庫にしまっておいた楽器も持っていこうか。あ、そうだね、そうしよう。倉庫にしまっておいた楽器は、以前ヌオノにギャロンが襲ってきた時にこっそり収集したファゴットです。
しの人食うぜ。そうだね、そうしようか。いらない武器とか防具をしまってアイテム欄を軽くしようぜ。本的に術回復の薬と傷薬しか所持してないけどね。さて、これで、ギター、ファゴット、ホルンが手に入ったよ。お次は根座を求めて、記憶にも新しい情ありのイタタームの末。しかし、いつプレイしても気になるんだけど、詩人さんの旅のルートってどうなってるんだろう。石船を勝手に使ったくせに楽器忘れてくるし、敵がいるかもしれないのにタームの巣に行くし。モール族と仲でも良かったのかな。一人で5つも楽器を同時に奏でられるという意味では、手先の器用なモール族と仲良くなれる要因はあったのかもしれない。はい、コンガ入手。これで4つ目、あと1つだね。あと1つってどこにあったんだったっけか。マゼイルの方だね。ああ、ズドンを越えた先か。ということは、ダンターブと戦う可能性あり？世代の計算をしてないからわからないけど、可能性はあるね。ナゼール地方のイベント一個もやってないし。そうか、早くあの武器かましを拝見したいな。マップ移動が少々時間かかるのは、数あるサバンナの渋いところの一つ。ということで、今回も例に漏れずやっていきます。ミュージック、スタート。はい、最後族の村に到着。気持ちいい思いをしているけど、どうにもしてあげられないんだよな。トバ相手に貿易しているらしいけど、ひもじいってことはそんなに潤った取引ではなさそうだね。ありだー。幻聴かな？さて、詩人さんの楽器を探すために、まずは一つ目のダンジョンを攻略するよ。ミュージック、スタート。東のダンジョン、残念でした。ここにダンターブはいませんでした。まだ次のダンジョンがある。ていうか、ここのボス、ジョーカーなんだ。あんま強くないね。そうだね。なんだったらさっき、悪魔系シンボルで一番強いディアブロが出てきたけどね。こんなディアブロさんよりも、4つもランクが低いジョーカーさん。ボスの代打かな？あっさり倒してしまったので、次行くよ、次。はいよ。明らかにダンターブのボス代がミスなんだよな。言ってやるな。ここで開封外を購入しておくよ。使うかどうかは未定です。ありだー。幻聴かな？ムーの越冬地に向かって、次のダンジョンを攻略するよ。ドラゴンでも出てくるの？いずれ出てくるんじゃない？ということで、本日3回目のミュージック、スタート。はい、残念でした。ここにもダンターブはいませんでした。マジか。ということは、詩人の洞窟が濃厚です？その場合、最短で次回ということになりますね。
一応戦闘の説明を軽くしておくと、ボスの周り度は、秘術をよく使用してくるので、皇帝にセルフバーニングを使用させて攻撃を無力化しています。フレーム1とかファイアーボールを無効化してくれるので、セルフバーニングはかなり有能です。ただ、あくまで皇帝に攻撃がいけば、の話なので、熱風みたいに全体攻撃をされると、皇帝以外のメンバーは普通に攻撃を受けますので、そこだけは注意してください。ちなみに、敵は秘術を使ってくるだけあって、秘術を無効化してくるので、皇帝の攻撃は全て空振りします。術ランク上がらないかなぁ、なんてぼんやり考えながら、ずっとファイアーボールを打たせてるけど、本当にそれだけなので、ダメージはゼロです。誰がどう見てもゼロですね。熱風のダメがみんな300なのに、ホリコだけ100切ってるのは装備のおかげかな？とか言ってたら戦闘が終わりました。最後族に報告をして、今回の動画は終わりましょう。インペリアルガードの発注をしたところで今回は終了。また次回ね。バイバーイ。ロマサガ2、術縛りの旅、始めるよー。よろしゅーよろしゅー。早速何かイベントできないかチェックしてみるよ。ダンターブは来るかな？あ、はい。その報告いるー？術研究所にも行って、何か覚えられないかチェックしよう。アークサイダーが覚えられるようになったよ。やったね、タイさん。おいやめろ。お、ソードバリアが覚えられるようになったね。ノエル戦の第2段階で使えるね。覚えておこう。皇帝に覚えさせてはないけど、黒天派も覚えられるようになったよ。さて、秘術はどうかな？こちらは特に前回から変更はないね。お次は水術。ここも前回と変更はないね。合成術も特に発注はできない、と。さて、風術は？異常なし、平定。最後に名術の確認をしましょう。サンドストームの発注ができるね。発注しません。ポイズナスブローの発注は？しません。ヘルファイアは？しません。ダークスフィアは？しません。こんなに発注できるのになんでしないの？金欠帝国だしね。やっぱりダークスフィアとヘルファイアの発注はしようかな。するんかーい。クローエクステンドを覚えられるようになったけど、特に覚えさせません。これ使っちゃうと、地獄爪殺法が使えるようになるけど、これは縛り違反になるからね、仕方ないね。さて、今回は無事ダンターブに越見することができるのか、まずはナデール海峡を越えていくよ。はーい。あ、ちょっと、そこ邪魔。そこ邪魔なんですって。無事突破。最後族の人から氷の遺跡の場所を聞いて、そちらへ向かいます。必須ではないし、なんなら使えない武器が入手できるので、行かないに越したことはないです。では、ミュージック、スタート。グリムリーパーをゲットしたよ。やったね。で、グリムリーパーはいらんのじゃー。ノリツッコミ、どうもありがとう。さて、巨人戦ですが、ドラゴンズ勝たないかな。前回同様、皇帝にセルフバーニングを使わせて、敵の誤爆を誘う作戦だよ。ホーリーウォーダーにソードバリアを使わせてますが、なんとなくです。なんとなく。なんとなく使わせるというこの余裕さ。こんなところで峰打ちの見切りが役に立つとは。ちなみに、宮廷魔術師オスに水舞を使わせているのも、なんとなくです。水術のレベルを上げるだけなら、生命の水を使い続ければいいだけだもんね。
ご覧のように、巨人さんは負担が効くので、ケンテペインが入ればかなり楽勝な戦闘となります。やばいですね。あと、巨人さんは峰打ちを使う頻度が高めです。乗っててよかった、見切りたち。ここでやっとセルフバーニングが役目を果たしました。まあセルフバーニングのダメージと、フレームリップのダメージトントンだし、発動しただけよしとするか。コストが違うんだよなぁ。と、ここで皇帝が倒れて、残り LP が2になったけど、そのまま進行します。ダンターブ倒せば世代ジャンプだし、あとちょっとの辛抱だね。ダンターブは次に行く詩人の洞窟にいる予定だけど、世代計算間違ってたらコムーで出てくるから、もう少し先になっちゃうね。詩人の洞窟でダンターブ見たことってあんまないな。そうだね、だいたいコムーで見る確率が高いね。つまり、ダンターブはコムーで戦闘になると予想。そう。さて、簡単に攻略の説明をしますと、もう皇帝はダウンできません。知ってる。なので、皇帝の LP が1になったら強制的にリセットをしています。まあそうなるよね。そうならないため、各自極力攻撃術を使うようにしています。宮廷魔術師ネスは、生命の水を使わせず、体力吸収を使って巨人のヒットポイントを道連れにしています。そういうこと、そしてそれだけです。はい、終了。アメジストの斧を手に入れたぜ。やったぜ。って、いらんのじゃー。さて、帰りも恒例の、ミュージック、スタート。一戦だけのために、ミュージックスタートするやつを言う。ここにいたな。収入の恩恵をあまり感じられないアバロンの木の確認完了。おい、本音がダモレだぞ。さて、無事斧と弓を手に入れたところで、詩人さんの楽器の収集再開と行こうか。詩人さんの楽器を集めているという認識はあったんだね。うつ主が何かを考えているようなので、さっき手に入れた斧と弓について簡単に説明するよ。え、そのために入手したの？まあまあ言ってやるな。グリムリーパーは、固有技、みなしめやを覚える強い武器だよ。縛りプレイをしている人たちは、早い段階でこの武器を入手する癖があるね。アメジストの斧は武器開発をしなければ一番強い斧だね。固有技の現代戦士法も強いよ。といったところで、本日3度目のミュージック、スタート。詩人のフルート無事入手です。だから戦闘1回のためにミュージックスタートするやつを言う。だからおるんだて。最後に、宝箱の背後から財宝をゲットして、洞窟を離脱します。リメイク版でも活かされているバグですね。活かされているので、バグではなく仕様です。さて、この後どうするかですが。え、コムーに行ってダンターブと戦うんだよね。いや、詩人さんの楽器揃っちゃったしなぁ。よし、アバロンの木でも見に行くか。なんでごっこが枯渇している我が国において、アバロンの木の収入というものは大きく、偉大なのである。さっきと態度違うくない？よし、120万円あるので、術を2個、発注できるぞ。詩人さんの洞窟に感謝ですね。っていうか、だから、詩人さんの旅のルート取りどうなってんねん。今回ばかりは弁明の余地もないね。だって仲間になるやついないし、なんなら七英雄と接敵する可能性あるし。生きていたら、ルート取りについて教授いただきたいものがありますね。お、クリムゾンフレアかな？お、そうだね、発注しておきましょう。合成術で、これは絶対作るぞーっていうのってあるの？あるよ。今回のクリムゾンフレアとかがその一例だね。他には？すでに発注済みのエリクサー、コスパのいいダイヤモンドダストかなー。あと強いて言うなら炎の壁かな。こっちはプリズムライトと似た。発注します。使うかわからないけど。お、ランク5の術の一番乗りは風術だったみたいだね。しかし、残念。これを使うと縛り違反になるので覚えさせないよ。一度使ったら外せないらしいしね。名術は何か変動あったかな？特になさそうですね。20銭程度じゃ何も変わらないか。
秘術と水術が、そろそろマスターランク上がってもいいんじゃないかなぁなんて思うんだけど、どうだろう？個人の術レベル見てる感じだと、影術とあんま変わらないもんね。とりあえず荷物整理でもすっか。少しでも武器が混ざるとすーぐ整理したがるー。荷物整理はいつでも、何回でもしていいんだよ。むしろ旅立つ前に確認しておくべきなんだよ。うつ虫はこのルーン島に行くときに、石船を3回ぐらい忘れたっていう前科があるしな。納得。よし、ちゃんと楽器の数をチェックするよ。うん、ちゃんと楽器は5つあるね。では、この後の予定は、ダンターブ撃破ではなく、ヒカパ山に行くこととしましょう。なんて？ダンターブ倒しに行こうよ。あとコムーンに行くだけだよ。ダンターブを倒したい気持ちもわかるけど、この前も言ったように、先に戦力を確保する必要があるんだよ。クレハタンだってずっとじいちゃんばあちゃんを見ていたくはないでしょ。ご平穏そうな言い方やねーや。まあでも確かに、イーリスの方が可愛いし、気力高いし、可愛いし、空飛べるし、そして何より可愛いしな。そういうこと。ということでとっとと船に乗ってユーヤンへ行くとするよ。といったところで今回はここまで、次回をお楽しみに。バイバーイ。ロマサガ2、術縛りの旅、はじめるよー。よろしゅうよろしゅう。さて、挨拶もそこそこに、早速行きます。ミュージック、スタート。ということで、山頂に到達です。はい、これでイーリス族の村に行けるようになったよ。村？村なの？根城じゃなくて？それ言うならスミかな。根城だと悪党臭がすごい。あ、はい、頑張ります。これでイーリス族加入フラグ渡ったので、下山します。はい、ミュージック、スタート。ということで下山したので、さて、次は何をしようかね。ダンターブか、ダンターブか、ダンターブか。ダンターブは一旦却下。なんでー、悩んでるぐらいならいいじゃーん。それとこれは別？はい、論破。論破になってないけん。そうだ、アバロンの木でも見ておくか。何もなかったですね。じゃあ術研究所に行って、新しい術がないか、発注できるものがないか、確認していくよ。こいつ、いつも確認してんな。戦術はなし、と。技術もなし。技術もなし。スタートが遅かったからね、仕方ないね。お、クイックタイムが使えるようになってる。早速覚えようぜ。使いやすい位置に配置して、と。この流れだと。次はリバイバかな？可能性は高いね。個人的にはギャラクシーが欲しいところだけどね。マスターランク的に同じぐらいじゃない？少なくとも土術よりかは早いと思うよ。さて、最後に名術。新しい術はなし、と。はい、平定。そういえば、前回言い忘れてたけど、インペリアルガードが使えるようになりました。使わないかもだけどね。相変わらずコッコが少ないので、合成術の開発もしぐりそうです。研究所の人も言ってるけど、合成術の開発には時間がかかるから、一人の工程で全部開発したいところはあるよねー。早い段階なら、
術のマスターランク上げと同時進行できるから、コストよく開発できるんだけど、まあ開発できん時はできんわな。どのゲームもお金は大事、はっきりわかんだね。といったところで、次にどうするか考えているわけだけど。ワグナスに行くんだよね。ダンターブはっていうの諦めたんだ。だって言ったところで言ってくれないんだもん。そんなの燃費の無駄遣いだよ。燃費ってなんだ燃費って。次だけど、ウプ主がワグナスのところに行く方法を忘れたそうなので、テレルテバ解放をすることにしたそうだよ。だったらダンターブ討伐に行けやあのバカー。苦情は直接ウプ主に会って、どうぞ。とりあえず、ワグナス撃破しに行けるか思い出すためにユーヤンに行くみたいだよ。のんきなのか、ただのアホなのか。ウプ主がどんどんゲームベタに見えてきたよ。何勘違いしてるかわからないけど、ウプ主はゲーム下手だぞ。20年プレイして初めて弓兵にコテをつけちゃいけないって知るレベルだしな。それ、知ったんじゃなくて、教えてもらった、だからな。ウプ主ただいま考え中。手当たり次第に人に話しかけて、マップにアンションが出ないか試しているよ。ストーリーの進め方を知っている人から見たら、なんか面白いことになってるね。ここの酒場はホラ話が多いみたいだね。うちらもなんかホラ話でもしようよ。街にある大きめの岩に100回話しかけると、アンションに行けるようになるよ。それなんてライブアライブ。あ、とうとう諦めて、テレルテバ解放に行くことにしたみたいだよ。やいやい、お前の母ちゃんでいいでしょう。まあマジレスネタバレすると、メルーを制圧してからじゃないとヤンシャンへはいけないんだよな。メルーを解放、つまりテレルテバの塔を魔物から解放したら、ユーヤンの人が教えてくれるんだって。そう、あの有名なセリフが聞けるわけですね。楽しみだな、オラワクワクすっつ。ということで、ミュージック、スタート。それがどうした、あん？ノエルだかカエルだかしらーっと。そうか、のちょっと早い。まさか、こ、う、て、い？はい、ということで今回のボス枠、ダルムちゃんです。ダルムみたいに美味しそうな言い方してんじゃないよ。ダルムも非属性の技を使ってくるので、いつも通り公正にセルフバーニング大作戦で突破しようと思います。突破しました。といったところで今回はこの辺で、次回をお楽しみに。バイバイ。ロマサガ2、術縛りの旅、はじまるよー。よろしゅうよろしゅう。ち、こっこ全然溜まってねえな。出だしからヤンキー武士、一体どうした？アバロンの木は変化なし、と。さて、術の再確認でもしておくかね。親の顔より見た術確認。水術と風術はもう全部出たので、それ以外を確認しているよ。なかなかできないねー。こればかりはしゃあなし、地道に頑張ろう。お、デッドリードライブを覚えられるようになったね。敵の全能力を低下させる、ジャマー役にはもってこいの術だよ。さて、今度こそテレルテバからユーヤンへ移動するよ。メルー地方を解放したから、ユーヤンへのファストトラベルが楽になったね。今まではサバンナからメルー砂漠を徒歩で移動して、やっとテレルテバに着いたところを船で移動していたからね。テレルテバまで一瞬で行けるの、マジありがたい。解放しておいてよかった。ジョン登場の情報ゲット。ヤンシャンの情報もゲット。これで必要な情報は出揃ったので、安心してワグナス撃破に挑めるね。まずはヤンシャンに行きます。みんな大好き石州祭との初対面だよ。ふむ、白露城なるものからやってくる魔物が手強くて手を焼いている感じだね。これに対してヤウダ全域を収めているアトウはどう考えているのか聞きに行ってみようよ。普通お城の入り口って門番とかいるもんじゃないの？なんでこんな堂々と出入りできるわけ？田舎特有の鍵をかけない習慣に似ているね。ヤウダは田舎だった。今度は門番を敷かれたね。手助けと称して占領をしているだけ。
なかなか耳の痛い話ですな。解放と占領は同じようで違うってオーガバトルで学んだよ。これに対して赤州祭はどう考えているのかな。主が間違いを犯していても忠誠を貫く、これぞ武士魂と。ここでミュージックスタート。といったわけで転倒なのだ。いやだー、これじゃあトウがワグナスの使い捨ての駒になってるみたいじゃないですかー。うまくワグナスをそそのかしたつもりなんだろうけど、なんていうか滑稽だね。ワグナスは結構頭がいいんですよ。そこのところ舐めてもらっちゃ困りますよ。え、なに、サイコバインドがなんだって。そっちの頭いいじゃない。これで終わり。こんなもの、術で一発昇天だぜ。さて、そろそろ目的地へ出発しますか。目指すはワグナスただ一つ。あ、ここの宝箱を安全に取りたい人は帰り道で取るといいよ。敵がいなくなってるからね。アトウに初めて一見するときは謎の力が襖に宿ってて開かないので取れないよ。さりげなく白露城の情報をゲット。はい、これでイーストガードも仲間にすることができるようになりました。イーストガードは体験を使わせたらピカイチなので使わない手はないですね。この実況では使わないんですけどねー。参考までにイーストガードの知力は平均約12、一番強いので14ですね。対して皇帝である軍師は平均約21、一番強いので25ですね。ではミュージックスタート。というわけで、今回のボス枠、なんかいろいろです。ゆっくりと説明するのを諦めた。突起することもないので、クイックタイム試し打ちしてみよっか。いざ、技術、クイックタイム。クイックタイムなくても余裕で勝てたっぽいですね。さて、これで白露城が浮遊城になったわけですが、ここで引き返してしまう人が多数いますね。奥にある宝箱の取り逃しが多いことで有名ですね。忘れずに取っておきましょう。貴重なお金が入っています。合成術を作るのに重要なので、しっかりちゃっかりコッコにしちゃいましょう。これが、占領と言われる、ゆえん。最後に、ゆうやんに戻って白露城に行く準備を行い、今回は終了したいと思います。それでは次回をお楽しみに。バイバーイ。ロマサガ2、術縛りの旅、はあ、始めるよー。よろしゅうよろしゅー。挨拶もそこそこに、ヒカパ山に登ります。敵に当たったらミュージックスタートだよ。任せろ、全部避けてやんぜ。あ。一回で済んだのぜ。むしろイギリス一人で5人運べたのがすごいと思う。確かに。さて、道のりは長いので、なるべく敵に。あ。
さて、ワグナスの前に腕試しといこうじゃないか。難しいかな？楽勝かな？ここであったが100年目。さあ、ゲーボルグを落とすんだな。だからゲーボルグを落としたところで使えないんだってば。というわけで、ワグナス戦に行く前の前哨戦、恐竜との戦いだよ。戦略は何かありますか？とりあえず、クイックタイムで時間稼ぎをするよ。でもそんなに打てないよね。そこまで10ポイント高くないよね。そうなんです。今の宮廷魔術師オスでは、持っている10ポイントが弱、クイックタイムは36使うので、まあ打てても2回までだよね。じゃあ3ターン目以降はどうするの？力でゴリ押します。あれ、聞こえなかったかな？ 3 ターン目以降は力でゴリ押します。あ、いや、聞こえてます。なんていうか、脳筋だなと思って。うつ主は脳筋でも、使えるのは術だけ。お後がよろしい。よろしくないわ。まあマジレスしたところで、やってることっていつもと変わらないんだよね。そのいつもを説明しなさいな。いつもミュージックスタートで飛ばされてるのよ。じゃあ時間ないから1個だけ。こいつにダイヤモンド出すとは聞きません。はい、これで大終わり。ゲーボルグは落とさなかったね。まあまだゲットできるチャンスはありますし。て、だからいらないんじゃー。さて、ここからしばらくは、敵を華麗に避けていく様をお届けするよ。もちろん、敵に当たったら即ミュージックスタートです。オーパルソードとか、それなりに強い武器を収集しながら進んでいくよ。武器とかコレクポッチもいらないんですけどね。ノンノンノン、コレクションは大事だよ。覚えておきな。ということで、ワグナスのところへやってきました。敵を避けながら進むと言いながら、がっつり戦闘しちゃったので、術師で回復をします。各キャラの能力値はご覧の通り。ステータスもご覧の通り。ヒットポイント、LP とかも念のためご確認ください。カツカツですね。カツカツです。あと、術ランクを見ておきます。最後に装備の確認です。さあ、この能力で勝てるのか、やってみましょう。イノシカ長。3人目の七英雄、ワグナス戦です。ルート取り的に、最後の方で攻略する人が多いですね。ごちゃごちゃしていないので、これは第1段階のワグナスですね。第2段階との違いは？ヒットポイントが違う。っていうのはまあ置いといて、混乱を付与してくるプリズムライトや全体攻撃のファイアーストームがあるかないか、ですかね。みんなのトラウマ、サイコバインドはどっちの段階でも撃ってくる。まああとめんどくさいのは、ワグナスが使ってくるのって術だから、宮廷魔術師オスの霧がくれが使い物にならないってところかな。逆に利点は？ライトボールで暗闇になっても、こちらの命中率に影響はないこと、サイコバインドで麻痺になっても、生命の水で解除できるところ、かな。あとはいつものセルフバーニング戦法を使えば、ファイアーボール、熱風を防げるね。熱風を防げるのは皇帝だけだけど、まあそうだね。構成術である炎の壁が完成していれば、ここでファイアーボール、太陽光線、熱風の無効化ができたけど、間に合わなかったね、しゃあない。さて、簡単に攻略ですが、皇帝は最初にセルフバーニングを打って、その後はずっと防御します。え、なんで？ワグナスさん、秘術耐性高すぎくんで、ダメージが入らないからです。なるほど。で、ホーリーオーダーは基本的にはダメージソースなので、ダイヤモンドダストを使って、危ない時だけ月光を使います。さらに、宮廷魔術師メスもダメージソースなので、基本ウィンドカッターを使いつつ、自分が危ない時に体力吸収、宮廷魔術師オスはひたすら生命の水でサポート、余力があれば水舞を使います。で、最後にばあちゃんは、ストーンシャワーでダメージを稼ぎつつ、危ない時はホリコより優先的にアースヒールで回復役に回る、かな？ファイアーボールとかライトボールはそこまで怖くないけど、サイコバインド、熱風が連続で来るとリセット必須になるので、連続で来ないようにお祈りするのも忘れずに。ホリコ、魔術師メス、ばあちゃんのダメージが1000出てるので、なんとかなりそうですね。ちなみに、ワグナスからドロップでスターストーンが手に入るので、興味ある人はゲットしてみてね。くらえ、必殺一撃、ウィンドカッターがエグい。
それでは今回はこの辺で、次回をお楽しみに。バイバイ。ロマサガ2、術縛りの旅、はじめーるよー。よろしゅーよろしゅー。最初はコッコの確認から。お、300万円超えてるね。ということは？はい、じゃあやることは決まったね。仲間を3人見繕って、戦闘を行うよ。仲間を見繕ったら、ルドン高原へ、ミュージック、スタート。さて、例の武器はできてるかな？ 15 回以上戦闘してるからできてるっしょ。お、オッケーオッケー。というわけで、イーリス族には向こうから来てもらいました。そして、戦闘準備完了。こんな感じですね。では、世界各地で何か事件が起こってないか、チェックしに行くよ。なければガンターブね。以前魔物退治した宝石鉱山で、原因不明の急病人が発生しているみたいなので、向かってみようか。南ロンギットでも嵐が大変みたいだね。ロンギットは海上貿易が盛んだからね、嵐で船が出せないとなると痛手だよね。あ、各キャラのステータスはこんな感じです。それではセーブを行い、いざ、宝石鉱山。見えるところにはモンスターはいないね。そうだね。それはそれで逆に静かで怖いね。特に急病人が出そうな怪しいところはないけどな。あ、お金だ。もらい忘れ、もらっとこうぜ。ん？そこの扉は何だろう？モンスターいたー。ということで、新しい工程になったので、この宝石鉱山はカットは行わず、倍速でお送りします。前の工程の時に大量発注した合成術のお披露目ができればいいな。大量発注はかけたけど、使わない、使えない術もあるから、習得は慎重に行ったよ。と言っても、さっきの装備紹介でネタバレしてるけどね。そうだね、プロテインだね。前工程の時のパーティーと違っている点は、宮廷魔術師メスの代わりにイーリスを入れていることと、名術の持ち主をばあちゃんからイーリスに変更したぐらいです。あ、今のデッドリードライブはダメージはないけど、全能力を低下する超厄介魔術だよ。それこの前紹介したから。まあでも、前回との大きな変更点はそれだけで、あとはキャラクターと役割はほぼ同じだよね。そうだね。まあ強いて言うなら、工程のダメージソースが大幅に期待できるようになったので、これからバンバン戦闘に参加してもらうことになったよ。しかし戦闘長いな。ばあちゃん混合力じゃなくて、ストーンシャワーでよかったんちゃう？術の消費ポイント節約してるから仕方ないね。再生するってことは、今何来そうだ？おそらく名刺効かな。さて、所詮無事に突破。最近アプリの方のり、ユニバースに慣れてきちゃったせいか、もうコスパとかよりファスト技ないかなって思ってしまうよ。このゲームにファストって概念はないねー。強いて言えばクイックタイムぐらいじゃないだろうか？だよねー。だから、ばあちゃんはストーンシャワーのが良いんじゃないか？ゆっくりさんゆっくりさん、これ録画なんて、何言っても遅いっす。いや、それはわかってるけど、なんかコスパを抑えるのに注力しすぎて、戦闘長引いてる感じがやきもきするんだよ。まあターン数重ねば重ねほど、術のマスターランクが上がるってことでお茶を濁しましょう。お、キャリオットか。ちょうどいい。ここであいつを試そうぜ。クリムゾンフレアー。なかなかいいダメージですね。キャリオットはヒットポイント高いけど、スタンが効くので、ペインで狙っていくよ。ということで、お披露目する合成術の二つ目は、天使の合成術、クリムゾンフレアです。縛り
プレイのルールにのっとって、剣術使いであるハリコは、今後、もう一つの剣士の合成術であるフェイントファイアの使用は禁止となりました。術コスパはちょっとかかるけど、いい感じじゃない？そうだね、皇帝のダメージソースがかなり上がったのがありがたいね。クリムゾンフレアは、全術の中でトップクラスを誇る火力を持った術です。トップクラスっていうか、実質トップな。代わりに単体攻撃しかできないんだけど、これにシャドウサーバントを掛け合わせれば、術キャラでもメインアタッカーになれるぐらい強いよ。コスパの良さは、全術のギャラクシーの方が使い気なんだけど、全体攻撃だしな。今回の縛りプレイの関係で、皇帝はクリムゾンフレア製造機になりました。ピザ、尋常に、勝負。こいつらが、謎の病の原因。まあ、髪も腐ってそうだし、衛生的には大問題だろうよ。マスク使用で、マスク。空気感染します。残念。飛沫感染とかじゃないの？これ、正気かなんかなの？謎のデンジタル素敵な、なんていうの？触るだけでヒットポイント削れてくやつ。それ、この洞窟に入る前に、ジャマーバック担いで、鎮痛剤とエナドリ飲んで死のがなかんやつやん。あ、ホリコが倒れちゃった。彼女は LP が高いので、そのまま続行します。しかしホリコって、倒れてる姿めっちゃ可愛いよね。赤ちゃんのゆりかご的な感じだしね。そのまま寝てるのを眺めているのもいいけど、大事なダメージソースなので、起きてもらいますよ。生命の水だけじゃ、回復用に不安が残るようになったね。というわけで、大終わり。何あれ？やばそうなので壊しとこうぜ。壊したこれ、何かに使えないかな？持ってきて、メルカリで売ろうぜ。モンスターがいなくなってるね。この結晶みたいなのが原因だったのかな。いかにも怪しい消費を放ってたからね。そうかもしれない。はーい、問題解決してきましたよー。いいことした後は気分がいいね。今日は温泉にでもゆっくり浸かろうぜ。おう、各自個室でな。さて、お次はロンゲット。そうだね、嵐が止まらないとなれば、貿易もできないじゃろうて。嵐の中で輝いてその夢を諦めないでー。ということでやってきたのは、南ロンゲットは、鳥羽沈没船。ギャロンって名前に聞き覚えがあるんだけど、はて、何のことだったかな。ウミツバメの巣のスープがここの名産品らしいね。鳥羽ってあれでしょ、三重県鳥羽市がモチーフになってるんだらって噂だね。そして対岸の町、マーメイドへ。へぇ、人魚かー。実在するなら見てみたいものだねー。そんなものこの世に実在するのかね。さあ、でも、薬を必要としない伝承法を受け継いでいるゆっくりたちがいるんだから、実在しそうなもんだけどね。この人魚が実在するならさ、そのうち仲間になったりしないのかな。なるかな。まあでもなるなら、水術すべて無効化、とかでありそうな話ではあるね。ふむ、東の祠に魔女がいる、と。行ってみようか。あれ、でも、一回マーメイドに戻ろう。ゆっくり同じ人にずっと話しかけて何してるの？え、ああ、なんか夜にならないかなと思って。あれ、おかしいな。どうしたのよさっきから。いや、まあね。ま、いっか。じゃあ祠の魔女に会いに行こっか。ミュージック、スタート。この奥に魔女とやらがいるのかな？わぁ、本当に誰かいた。人魚役ください。ふむ、材料を持ってこいってことだね。一旦戦闘の疲れを癒すために宿に泊まろうか。はーい。それでは今回はここまで、次回は人魚役に必要なアイテムを取りに行くよ。では、バイバーイ。ロマサガ、術縛りの旅、はじめるよー。よろしい。ミュージック、スタート。
最初から飛ばすね。はい、ウミツバメの巣、ゲットだよ、からの、ミュージック、スタート。さて、今回は、前回言った通り、人魚役を作るための材料集めを行うよ。あ、やっとまともに喋れるようになった。次は卵の殻だね。鳥が蛇に襲われているので助けてあげます。いざ、尋常に、勝負。おお、パイロヒドラ対戦に倍速で挑むのって初めてじゃない？そういえばそうかも。サラマットで初めて見た時は、このゲーム罪かなって思った時期もありました。あそこは木からニョキって出てくる蛇が多いからね。同じ思いをしたプレイヤーも多そうだよね。ということで、保険として、リバイバーをかけておきます。宝天部の陣は、特性として皇帝が狙われやすくなってるからね。相性いいよね。そういうこと。はい、大終わり。生まれてすぐ飛び立てる鳥って、なんだ。あいつら、暇という概念がないっていうのか。さて、術研究所警察のお出ましだよ。やられちゃったー。この前もちょっと触れたように、コスパが良くて強い全体攻撃である、ギャラクシーを習得しました。これはヒートハンドかな？じゃあやめておこう。お、混合盾も覚えられるようになったね。これで名術以外の基礎術は全て習得可能ってことになったね。いやー、長かったなー。光の壁は却下。龍脈は？一応発注はしますが、すでに水地の合成術であるエリクサーがあるので、これは使いません。ならなぜ発注したし。これは本当に、この縛りプレイを始める前に悩んだんだよな。効果は全能力上昇だからね。シャドウサーバントクリムゾンフレアにかけたら脅威だしね。そう、それなんだよ。こちらは太陽風。発注します。ファイアーストーム？熱風がさっきあったから、多分ファイアーストーム。さて、名術はどうなってるかな？さすがにまだ第5段階は覚えられないか。ボーテクスの発注をします。さて、残るアクアコの水をゲットしに、ミュージック、スタート。げー、人魚、人魚なんでー。ってわけで、汚ねえ手で触るんじゃねえよボケ、と言われたので、腹いせに戦闘します。そんなわけで、モール族の元へやってきました。光を集めろと言われましても、どこで？ってなった人は多いんじゃないでしょうか。誰もここが満月亭って名前の宿だって覚えてないよ。ということで、光を集めたので、モール族に渡しに行くよ。1万円を忘れずに。はい、月光の櫛ゲットー。ネレードのいるところまで、ミュージック、スタート。おし、これでアクアコの水もゲットだぜ。そしてちゃっかり、ネレードも仲間にできるようになりました。水術を無効化してくれる、頼もしいキャラです。さて、魔女のところに行くよ。魔女前、魔女前。ロマサガツあるある。ここ、1万円持ってき忘れることがよくある。
さて、無事人魚役もゲットしたので、向かう先はマーメイド。ではなく。ここ、沈没船。なんかよくわからん亡霊前、亡霊前。乗る気じゃないけど降りまーす。ゆっくり、なんでマーメイドで人魚さん見ないの？見たかったんじゃないの？ゆっくり、子供だからよくわかんないや。でも、人魚役には回数があるみたいだから、先にこっちかなって思って。ゼルダの伝説、夢を見る島に出てくる子供たちかな？まあ、今後の攻略のために、先にこっちに来ました。それだけだよ。あ、はい。というわけで、そこの亡霊さん。いざ、尋常に、勝負。ゲロン、どっかで見た名前ですね。強いんですか？強いかどうかはこちらをどうぞ。超絶弱すぎはロタンゴー。さて、最後はアマさんに報告して終わり。これでとうとう南ロンギットも帝国下に置かれたということで、今回はこの辺で終わりにしようと思うよ。また次回をお楽しみに。バイバーイ。ロマサガ2、術縛りの旅、はじめるよー。よろしゅうよろしゅー。早速、次なるイベントを求めて、メルー砂漠へ来てみたよ。からの、移動庫です。この移動庫へは何をしに？イロリナの星という武器を探しに来ました。だから武器はいらないんだってば。あったあった。さすがのエル様、話のわかる人ですね。本当にそうなのかな？デザートガードも納得して仲間になってくれたやん。それはそうだけども。ところ変わってこちらはエールネップの塔。ここへは何をしに？なんとなく、ロックブーケを倒したくなったので来てみました。ってわけで、ミュージック、スタート。仕方ないなぁ。ということで、早速ボス戦です。守護者って書いてあるけど、何から何を守護してるんですかね？開けちゃダメって言われると、開けたくなるタイプかな？人間、時には知らない方がいいこともあるよ。何？その含みを持たせた言い方。余計気になるじゃん。それは実際に守護者を倒して自分の目で見てくれ。次回へ続く。じゃないよ、何言わせてんのよ。言わせてないよ、勝手にクレハタンが言ったんだよ。さて、この守護者、単体攻撃が強かったり、全体を毒状態にしてきたりしますが、なんとスタンが効きます。じゃけん、イーリスはウィンドカッターじゃなくて、ペインでも打ってましょうかね。名術はまだ第5段階まで術が解放されてないからね、ちょうどいい経験値稼ぎです。他のキャラは、コウセイとホリコは基本攻撃をしつつ、後ろ2人は毒状態が面倒くさかったらエリクサーとかで毒を解除したり、ヒットポイントを回復したりしてますが、まあいつもと戦法は変わりません。一応コウセイが倒れても支障ないように、リバイバー打ってるけど、あまり戦略立てなくても勝てそうだね。まああとはオートクレイルがゲットできるかだな。だから武器はこれっぽっちもいらないんだって、これっぽっちも。はい、これで大終わり。
ゲーム内のロックブーケと、舞台でのロックブーケって、なんかキャラ設定違って見えるけど、気のせいかな？確かに。ゲーム内でのロックブーケって、女王様系だけど、舞台での彼女は、ブラコンのピッチピチだもんね。まあ、舞台は冒頭20分しか見たことないんだけどね。ちなみに現在、口迷子中です。少々お待ちください。あ、やっと到着した。この発動は我々の常駐発展中にも随時停止されております。発動は発生した常駐中に40秒単位グラムは停止は先輩の実験時より100ワードを発しております。これは実現でも十分な安定であります。え、何？今の何？この地域には、もう一個塔があるって言ってたね。常術学的研究とか、100ワードとか充実場とか、超タンネル空間とか、意味不明な単語ばっか出てきたんだけど。ゆっくりも詳しいことはわからないけど、ロックブーケ。あ、さっきの女性が興奮してそっちの方へ向かってったからなんかありそうだね。今さらさっきの女性って言っても遅いんだよな。もう名前がロックブーケってバレてるんだよな。さて、じゃあそのもう一個の塔とやらへ行ってみようか。そうだね、とりあえずそうしようか。あ、こっちじゃねえや。さて、ロックブーケを追って、塔の最深部まで来たけど、この水流ってのが彼女への肉手を防いできたので倒そうと思います。一応、この塔は、今まで攻略したことのある、とある塔と同じ構造になっているので、攻略した時の道順を覚えていれば、あまり危険せずに最深部までたどり着けるよ。立ちはだかっているこの水流も、恐竜を倒したことのあるゆっくりたちなら難なく倒すことができるはずだよ。恐竜を倒した時より、攻撃の手立てが整ってるしね。なんならヒットポイントは恐竜より低いしね。まあ強いて言うなら、状態異常攻撃であるプリズムライトとか、巻き効果のある巻き筒とかを使用してくるので、状態異常を解除できる人が2人いれば、安全に戦えるかな。うちらのパーティーで言うと、救世魔術師オスの元気の水と、ばあちゃんのエリクサーですね。ダメージも、ヒットポイント500を超えてるなら問題ないだろうし、まあそれでも負けた場合は単純に運が悪かったと思えばいいよ。これで大終わり。さて、ここで会ったが100年目。100年も何も、さっき会ったばかりの初対面なんだよな。いざ、尋常に、勝負。うるさかった？そんなうるさかった？これなに？って聞きたかっただけなんだけど。きっとノエルお兄様はもっと寡黙なんだよ。ほら、田舎暮らしの子が、都会へ上京してきた時に、とか言ってうるさいな、って思う感じ。なんか違う気もするけど、まあいいか。さて、4人目の七英雄、ロックブーケ戦です。今回の戦法は？意味があるかわからないけど、エアスクリーンとか混合盾とかを使って守備を整えつつ、アリエスが天風テーションを見切るまでリセットを繰り返します。あ、そっか、天風テーションっていう難関があったわ。さあ、何回リセットすればいいかな？おお、アリエスすごい子できる子。これは偉い、しかも何が偉いって、これ、テイク1なんだよね。これがないとラスボス戦で苦労するからね。いやー、アリエスはできる子だった。よし、じゃあこれで勝利確定だね。持ち得る強い術を使いまくろう。ハイのようにうるさいって言ったこと、後悔させてやんからな。しかし、彼女の周りをまとわりついてるあの青いやつって何？亡霊じゃない？ダークスフィアとか使うから命属性だろうし。亡霊従えるのは、クジンシーだけで十分です。はい。とっとと縄にかかんな。これで終わりだよ。それから100年後。100年経ったら皇帝継承だわ。びっくりさせんでよもう。といったところで今回はここまで。次回をお楽しみに。バイバーイ。ロマサガ2、術縛りの旅、はあ、始めるよー。よろしゅーよろしゅー。前回は、4人目の七英雄である、ロックブーケを倒したね。なんか破壊光線とか、大車輪とか、よくわからないこと言ってたね。破壊光線も大車輪も言ってないんだよな。さて、まずは親の顔より見た術研究所に行きます。圧倒的に親の方が見た回数多いけん。合成術を全部発注したいんだけど、相変わらずコッコが足りないんだよね。最終工程までに全部発注できるかな？ヒートハンドの発注は？しません。
隣の壁は？これはしようかな。最後はいつもの名術。サンドストーム。やります。ポイズナスブロー。やりません。イルストーム。やります。ポイズナスブローやっぱやっとこうかな。さて、こんな感じですね。あとはヒートハンドだけか。ところ変わってこちらは砂の遺跡。ここでいつものミュージック、スタート。はい、最深部到達、からの幻獣剣ゲット。いや、だからさ。さて、また場所は変わりまして、現在はメルー砂漠におります。ユウはここへ何をしに？今回は七英雄討伐編としゃれ込もうと思うよ。なので、まずはノエルから行こうかと思って。え、ノエル？なんでノエル？この前は返してたやん。彼と戦う様子なんてないんじゃないの？まあ見てやわかるよ。さて、みんなの能力値はこんな感じ。いざ、尋常に、勝負。ということでノエル戦です。え、なに？この人妹倒されておこなの？いや、普通は家族をムッコムコにされたらおこになるわ。お主、サイコパスか？このノエルは第一段階、つまり強い方だね。え、そうなの？普通は第二段階とかのが強いんじゃないの？ノエルは第二段階になると抜刀するので、ソードバリアとかで貫通勝利を狙えるんだよね。逆に、第一段階だと抜刀をしていないので、体術を使ってくるよ。あ、うちら、体術は少しだけ見切りを持ってるね。そうだね。じゃあその分、少しは楽になるってことかな？そうだね。見切りを持っている分、多少は楽になるかもね。だけど、ばあちゃんが混合盾持ってるやん。うん、奇術の一番ランクの高い術だよね。あれである程度ノエルの攻撃を封じることができちゃうんだよな。おお、結局ノエル弱いにゃん。いや、逆やで、体術ノエルが強いから、混合盾を入手してから来たんやで。あ、なるほど。そういう見方もできるか。ちなみに、2番目に倒した北欧、3番目のワグナス、ロックブーケ、ノエルは、皇帝のヒットポイントが700を超えると、強制的に第2段階に移行するよ。え、ダンターブは？あと七英雄最後の一人は？ダンターブはちょっと特殊で、ナゼール地方のダンジョンを巡回してるんだけど、その巡回で段階が変わるよ。スービエは、あ、スービエって言っちゃうんだ。海の虫を倒すか、和解してから年数経過をしていると第2段階へ移行、だね。海の虫を倒す、っていうのは、実は感動的なドラマがあって、これ見ると、皇帝が一方的に悪い奴になるので、詳しくはロマサガ2の舞台か、ユニバースをプレイしてみてね。しかし、ノエルに限らずだけど、ドット絵かっこいいよな。背景は最新の解像度で作られた映像なのに、その上に乗ってるドット絵が浮いてないもんね。あと作り込みがすごい。後期スーパーファミコンのドット絵って、どのゲームも神がかってるから、見てるだけで楽しいよね。さて、簡単に攻略というか、戦法をご紹介するよ。あ、いいです。いつもと同じ戦法なんで。術を極めし者たちの実力、とっと受け止めよう。おっしゃー、言いがかりをつけてきた七英雄を倒したぞー。言いがかりじゃない上に、これ、ノエルただの被害者なんだよな。ははは、力こそパワーなのだよ。力あるものがこの世を滑るのだよ。それ、悪役がよセリフな。ナゼールに戻ってきました。子供とコムーが行方知れずらしいです。さて、ちらっと見えたけど、ダンターブがいるね。やっと、念願のダンターブ戦だぜ。もろもろ準備しますよ。一応今の能力値です。見切り技も見ておこうかな。持ってる術も紹介。必要ないけど装備も教えちゃうよ。いざ、尋常に、勝負。
6年早いわで、おなじみ、ランターブ戦です。これは第何段階？これは第4形態だね。あ、今更な訂正になるけど、第何段階、ではなく、第何形態、って表現をするよ。ぶっこ、1700。オーバーキルですねー。ランターブは、第3形態が一番強いんだけど、第4形態も結構強いので、第3形態、第4形態にぶち当たって勝てない人は、純粋に育成しましょう。どういったところが強いの？まず、単純に火力が高いよ。さっき戦ったノエルの腕力が19に対して、こっちは25あるね。怖い。あと、体力も、ノエルが20に対して、ランターブは50と、なんと 2.5 倍。ダメージ通りにくそう。まあでも、そこに関しては、こちらは術なので気にしなくていいかな。あとは攻撃タイプだね。全体攻撃であるグランドスラムとぶちかましを多用してくるし、単体攻撃だけどオーバーキルな組み付け、喝殺獣人章とかも使ってくる。あ、これが噂のグランドスラムだね。グランドスラムは事例技で、おそらくヒットポイント半分持ってかれます。持ってかれましたね。なので、リバイバとか混合盾を多用するし、回復薬は攻撃対象にならないように、霧隠れをしたり、と、もうここだけで育成が必要な理由が揃ったね。ぶちかましきたー。持っててよかったリバイバ。アンド混合盾。今見てもらったように、おそらく皇帝とホリコは一発即死だったので、ヒットポイントの育成も必要だね。ヒットポイント700が一瞬で解けるのか。ランターブとは。まああとは、打線の出るクリムゾンフレアとギャラクシーを優先的に使うことを念頭に、皇帝はクリムゾンフレアを打ちつつ、リバイバが切れたらかけ直し、ホリコはギャラクシーを打ちつつ、回復が追いつかなさそうだったら月光を使う、イーリスはウィンドカッターしつつ自分の体力が削れたら体力吸収、宮廷魔術師オスは初手切りがクレをしてからひたすら回復、余裕あれば水舞とか使ってみる、ばあちゃんはエリクサーで回復しつつ、混合盾を全員にかける、かけ終わったらストーンシャワーで攻撃に加勢、かなぁ。さすがにここまで来たらウィンドカッターの火力は低くなってしまうね。それは仕方ない、代わりにコスパいいから許せ。これで終わりだよ、とっとくないな、ギャラクシー。ふぅ、無事にランターブも撃破完了。子供も近くにいそうだね。といったところで次回に続く。バイバーイ。ロマサガ風、術縛りの旅、はじめるよー。よろしゅうよろしゅう。さて。さてさて。とうとう最終工程になってしまいました。地形流も残すは一人だし、課長って感じやね。とりあえず、まずは、最終パーティーの収集と、準備を行うよ。はい、行ったよ。こんなメンバーです。装備とか見切りとかはぼーっと眺めてもらって、術については、これ、最終メンバーなのでちょっとだけ詳しく解説するよ。というわけで、まずは能力値、術レベル、装備、所持見切りをご覧ください。さて、肝心の術です。皇帝は、秘術を中心に、合成術は最高打点を誇る天使のクリムゾンフレア、メールストロームを防いでくれる七の炎の壁を所持しました。素術以外の単体属性術の使用は禁止なので、ライトボールと混合力の使用は禁止だよ。軍師の目徳は、土術担当、合成術は土水の最高位回復術であるエリクサーと、地名の全体攻撃であるサンドストームで構成しました。こちらも、ペインと生命の水の使用は禁止です。残りの上6つでなんとかするしかないですね。次、イーリス族のブレビア。彼女は風術と命術をベースにします。全体攻撃の風火のファイアストームと、単体攻撃の風命のヘルファイア持ち。彼女のみ、素術が2つなので、ファイアーボールだけ使用禁止だよ。さて、お次はホーリーオーダーのマリア。天術を基礎持ちとして、全体攻撃としてコスパの良い天水のダイヤモンドダストと、
天風の太陽風をセットにしました。こちらはウィンドカッターと生命の水の使用が禁止ですね。最後は宮廷魔術師オスのライブラ、水術をベースにエフェクトのかっこいい水風の将来と毒の追加効果が期待できる水名のポイゾナスブローを持たせてます。ライブラはペインとウィンドカッターの使用が禁止です。全員間違って使用させないよう一番下に配置しました。ということでこれから2度目の苦人 C 撃破に向かいます。道中10ポイント上げを必死にしているので今回はいつもより長いミュージックスタートになりそうです。あ、大丈夫です。そこは倍速の速度上げさせてもらいました。ということでミュージックスタート。というわけで、クジンシーのところに到着したわけだけど、どうやらクジンシーに挑む挑戦権を得るために、ザコ敵と3連戦しなくちゃいけないみたいだよ。サンドストームと、ファイアーストームのエフェクトが似すぎてて、最初間違えて術を覚えさせたのかと焦りました。サンドストームが黄色っぽくて、ファイアーストームが赤っぽい演出ってだけで、あとは全部一緒だしね。さて、ここで、最終術の一覧みたいなものを出しておきます。おのおのどんな術の系統で合成術を組み合わせたのか、参考程度にどうぞ。将来のエフェクトいいなぁ。宮廷魔術師オス以外のメンバーが控えに戻って、それから将来を打つっていう演出、控えめに言って神だよね。さて、ザコ戦は全体攻撃で攻めましょう。そのために全体攻撃持ってきたんだしね。七英雄、2回目の苦人 C 戦です。さあ、どうやって攻めますか？やることは基本的に前回と変わらないんだけど、一つだけ大きく変わってるのが、イーリス族が初手シャドウサーバントを打つところだよ。シャドウサーバントは、簡単に言うと、攻撃力を2倍にする、アタッカーには欠かせない術です。欠かせない術ではあるんだけど、一度物理攻撃を受けたら解除されちゃうので、人によっては物理攻撃を回避するために使ったりするね。本当は、これを皇帝か掘り子に使えればいいんだけど、皇帝と掘り子だと、相反する戦術を持っているので、この攻略ではイーリス族が担当となりました。ギャラクシーと、クリムゾンフレアが使えなくなっちゃうからね、仕方ないね。シャドウサーバント付きファイアーストームのダメージは4000。まあこれでメインアタッカーが3人になったと思えば、お釣りが来るんじゃなかろうか。あとの後ろ2人は、回復とバッカケを中心に行動していくよ。シコシコ。黙れおっぱい魔人。しかし、さっきの長いミュージックスタートで察した人もいるだろうけど、やっぱり10ポイントは200ぐらいは欲しいね。皇帝の10ポイントが193に対して、クリムゾンフレアが12、16発？いや、リバイバも打つのでそれよか少ないね。クジンシーよ、これで死にとなれ、クリムゾンフレアー。ただごとじゃなさそうだね。っていうか、アリが人間の変装ができて、しかも人間語を話せるとか、これ、ブルフだと産地チェックだよ。え、何？実はスワンプマンがいるかもってこと？怖、シンプルに怖。これは原因を調査する必要がありそうだね。クレハタン、行くよ。あ、次回へ続く。バイバーイ。ロマサが、術縛りの旅、はぁ始めるよー。よろしゅー。前回、過信がありになってしまいました。原因を探るために、アバロン最新部へ。
というわけで、原因は過去の皇帝の遺産でした。クイーンからリアルクイーンにクラスチェンジしただけだと思うでしょ。そうでもないのよ。この妖艶な見た目に反して女性の性別ではないんだよね。サバイまで戦ったクイーンには効果抜群な証券技のスクリュードライバーがこいつには効かないのです。逆にあの顔であいつ女だったのかよという疑問が新たに生じるわけですが、さて、これは完全に余談になるんだけど、リメイク版で実装されたリアルクイーンの上級職であるドレッドクイーンですが、あの七英雄より強く、かつクイックタイムが効かないというなかなかのくせ者です。チャレンジする人はしっかりと育成を行ってからチャレンジしてみてね。クイックタイムが効かないってどういうことなんだ。細かい原理は不明だけど、クイックタイムを使うとひぎ、クイックタイム返しなるものを使ってくるよ。初見で見た時は思わずはぁ、あ、って声が出たね。使えると思ってた術が使えなかったんだ。そりゃそうもなるよ。リーバーみたいに叫びたくなりました。まるというわけで、はい、大終わり。しかし、アバロンの地下深くにこんな場所ができているだなんてね。家臣たちへの城警備をもっと細かくしておかないと。いや、これは家臣の中に裏切り者というか狂人がいたとゆっくりは踏んでいるよ。どうして？だって考えてもみなよ、何百年も誰にもバレずにリアルクイーンが成熟するまであの場所にいたとか、あの大きさを誰にもバレずに確保できるだなんて不可能に等しいと思わない？オーケー、じゃあその家臣一族を根絶やしにしようぜ。あ、一回寝ます。おやすみー。そして、もろもろの準備をするため、一度カットを入れます。さて、大詰めとなってきました。南の方へ進出します。今回戦闘はこれ以上行わないので、ただの倍速でお届けするよ。こっちの方へ来るのは、確かグリムリーパーを取りに来た依頼だね。ああ、使わないのに武器収集に勤しんでいたあの頃か、懐かしい。何ここサッム。イーリス族ちゃん大丈夫か？羽とか凍ったりしない？そこら中に巨人が歩いてるんですけど。世紀末かな？やっぱー、酒がうめぇ。今度はドラゴンだと踊るだな。やっぱり世紀末かな？そんな世紀末、ロボット技術が進んでいない限り、人類に未来はないじゃねえか。ふぅ、やっと室内。あれ？どうやらここが目的地みたいだね。何回か敵に当たるかもしれないけど、全部撤退して進むよ。オーケー、術ポイントはなるべく温存、把握した。おっと。うつ主避けるの下手説、1回目。早速2回目になりましたねー。ここで間髪入れず3回目。しかし避けるの下手とか、ミンサが依頼だな、懐かしい。うまくいってたのに4回目。静かに静観してるのも面白いな、これ。はい、5回目。幽霊に当たるならまだしもって言ってたら幽霊に当たったよ。6回目。逃げる間もなく7回目。といったところで、記録は7回でした。RTA でもしてるのかな？最後の七英雄、スービエ戦です。よろしくお願いします。安定の初手メールヒトロームですが、ここまで来たらもうかすり傷です。できれば炎の壁を打った後に来て欲しかったけど、まあ仕方ないよね。スービエはあまり強くないので、クリムゾンフレア、ギャラクシー、シャドウサーバント、ファイアーストームを打てば、すぐ終わります。怖いのはネイルヒトロームだけだし、その肝心のネイルヒトロームもこんなダメージだし。逆に言えば、あまり育ってない&炎の壁がない場合は、霊属性の防具を揃えるといいかな。あったか覚えてないけど。第一形態との違いは？第一形態の時はネイルヒトロームの他に末敵、電撃、触手しか攻撃パターンないけど、第二形態になると、槍技が入ってくるから、第二形態で戦う時は見切りがあるとちょっと楽かもね、程度だね。さあ、最後の一発だよ。
次回、最終回、お楽しみに。バイバーイ。ロマサガ2、術師縛りの旅、最終回、はぁ、始めーるよー。よろしゅうよろしゅう。各キャラの術レベルは最終的にこうなりました。素術は全員40超え、ですね。さすがに50にはなりませんでした、残念。各自の魔力、ヒットポイント、術ポイント、LP はご覧の通り。念のために、持っている術の再確認。からの、装備チェック。リアルクイーンを討伐しに行ったことによって、装備も少し変更あったしね。ラストを飾る陣形は、宝剣部の陣でした。では、最後となりますが、いざ、陣上に、勝負。ここまで動画を見てくださっている皆さんに、今更説明は不要。皆さんが想定されている攻略でいきますので、あえて喋りません。心ゆくまでプレイをご覧ください。あ、尺の都合上、最後まで倍速になります。ご了承ください。We'll be right back.
ということで、ロマサガ2、術縛りの旅、無事完結ですー。ここまで応援いただき、ありがとうございましたー。さて、完走した感想ですが、ウプ主が、半泣きしています。なんで、そんなに完走できて嬉しかったの？どうにも、リアルタイムでプレイしていたのを思い出して、泣いているようだよ。もうね、マジ無理なんす。前回7人目の指定員を倒したやろ。7人が合流する演出入ったあたりから画面が霞んでたんすよ。からの指定員ゲットのあの演出っしょ。もうね、泣かない方が無理です。とのことです。うわぁ、割とガチだった。なんだったら、最後の最後である、この後流れる最終工程と主人さんのセリフだけで泣ける自信ある。って浮かないてるからな、名作は何年経っても名作のままなんだよ。いい年越えて泣くな、いい年越えたから泣くんだよ、成長しろ。なんか後半マウント取ってね。まあまあ、許したってや。さて、具体的な攻略の難易度についてですが、この術縛りの旅、難易度はかなり低かったと思います。そうなの？システムの都合上、レベル上げに制限入れなかったのが要因の一つだし、合成術も制限こそあれど、あそこがやっぱり便利でしたね。それはまあ、確かに。クリムゾンフレアとエリクサーあたりが便利すぎたね。なので、もし次またロマサガ2で術縛りをすることがあれば、今度は合成術の使用も禁止しようかなと思うよ。やめよ。無理じゃないかもしれないけど、動画の尺的につまらなさそう。やるって言い切ってないし、やる機会があればの話だし。そうだな、次は一番弱い武器種と、術種だけで攻略、とかでも面白いかも。そうやって雑にフラグ立てるのやめてくださーい。まあでも、普段のプレイなら使うことのない術を使えたっていうのは、新鮮で面白かったよ。あ、それはそうだね。中でも体力吸収の便利さは、このプレイで発見したし、ほぼほぼ終盤でしか使わなかった
プレイならではの発見ができるのも、縛りプレイの特権だよね。そうだね、うつ主はいつも、テストプレイとか下準備とかせず、いけそうかも。っていう謎の自信だけで見切り発車するからね。それはそれで、すごいことなんだけどね、つまないって意味で。さて、この実況動画、いかがだったでしょうか。ゆっくりたちは無事完走することができて、一安心、といったところなんだけど、皆様が楽しめるような動画になっていましたでしょうか。ズルをしていない、という意味を込めて、極力戦闘はカットせず、分割や倍速を用いていきましたが、それが逆に見えづらさを生んでしまっていましたらすみません。次回以降への、動画作成の糧にしたいと思いますので、愛のある叱咤激励、お待ちしております。イベントも全部網羅したわけじゃないしね。そうだね、人魚イベントとか、結局やってないしね。あれは、本当はやる予定だったんだよ。だからこそ、分子を肯定にしたんだし。キャロンイベントやったら忘れちゃった。ごめんなさい。地形流も第一形態が多くて、見応えなかった、とか。唯一ダンターブだけ第四形態だったね。あれも上手に調整して、強い方と戦ってたら、見応えあったかも。とまあ反省しだすとキリがないので、ここいらでやめときますか。そうだね。本当に、最後までありがとうございました。皆さんが見てくださったおかげで、こうしてゆっくり動画を作成しきることができたこと、本当に感謝しています。ゆっくり動画は生声より編集に時間かかるからね。ああ、語り足りない。本当時間足りない。本当にありがとうございました。これにてこのシリーズは終了。ご視聴ありがとうございました。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。